皆さんこんにちは。2019年度司法試験合格答案作成講座、憲法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。申し訳ございません、ちょっと開始遅くなりまして、ちょっとレジュメを今用意している関係で、後でやっていきます。で、この合格答案作成講座は主にこの問題集の憲法というものを、使っていきますが、補助的にですね、こちらの論証集憲法と、定義集憲法も使うことはございます。で、今日体験の方定義集とかないかもしれないんですけど、そんなに使いませんので、こちらは、ご安心ください。で、この講座は何をやっていくかというと、この問題集を利用してですね、予備試験、ロースクール入試、あるいは新司法試験、これの論文対策をガチガチにやっていくということになります。で、後で来るレジュメで、憲法の論文の書き方っていうのはやっていきます。ただね、憲法っていうのは、非常に特殊な科目だと思ってください。何が特殊かというと、憲法これ民法とか刑法とかだと、司法試験って割と通説的な見解をかけて求められます。しかしながら憲法は判例、通説以外も知っておくと良いことがあるんですね。判例、通説以外も知っておくと良いことがある。なんででしょうか。民法とか刑法とかはもう昔の司法試験と違います。今の司法試験はマニアックな説なんか知らなくていいんですよ、一切。でも憲法に関しては、あと民訴ね、実は憲法と民訴に関しては判例通説以外も知っておくと良いことがあります。で、それなぜかっていうのを少し、お話をしておきます。で、憲法っていうのはいろんなタイプの問題がありますが、予備試験と司法試験で今まで一番出てくるタイプの問題が主張反論型という問題です。で、この主張反論型について少しご説明しておきます。で、主張反論型というのは何か憲法の訴訟を起こす、例えば人権侵害されて国家賠償請求を起こすというときに、まず問1で原告の主張を書くんですよ。つまり原告側の立場に立って、原告側の有利な法律論、あるいは事実論を展開していく、こういうことが1番目に挙げられます。で、次に被告の反論、これ軽く書く場合としっかり書く場合があるんですけど、被告の主張を書きます。つまり国とか地方公共団体の代理人弁護士になって国側に有利な主張を展開していく、それが2番目になります。で、最後に自分の考え方、私見になります。ということは、これ対立点ってね、いろんな作り方あるんですよ。対立点は法律論の時もあれば事実認定の時もあります。事実認定論の時もあります。でも、お分かりいただける通り、最大3つの主張を知っておいた方が書きやすいですね。原告の考え方、被告の考え方、間取るかもしれないけど自分の考え方ということで、いろんな考え方を知っておいた方が憲法は有利になります。あとは対立点、これの作り方もやっぱり知っておいた方がいいということになります。じゃあ、ちょっと抽象的になってきたので、皆さん憲法ね、一通りやったりと思うので、ちょっと考えていきましょう。
例えば13条プライバシー権で対立点を作るとき、法律論で一つ考えてみてください。対立点、これありますよね。13条の法的性質に大きく分けると2つの考え方があって、人格的生存に不可欠なものを保護するって説と、一般的自由を保護するって説の2つありましたね。まあ今みたいに対立点で作れますよね。そういった対立点を作っていって、例えば原告の主張が、一般的自由が保護されるんだって言って、被告の方がいやいやいや生存的に不可欠なものしか保護されない、で最後試験どっちの考え方に立つんだ、こういったタイプの問題がよく出ます。でこれ予備試験の場合は非常にコンパクトな形で出ますし、司法試験の場合はフルスケールっていって、これを全面的に展開するような問題が出ます。予備試験は試験時間70分、司法試験は2時間ですから。でこれが一番出るんですけど、その他にオピニオン型っていって、いろんな意見を書く、書く問題も出ます。これ今年のね、司法試験の憲法の形になります。であとは私が勝手につけた名前なんですけど、旧司型、旧司法試験タイプ、これは裁判官の目線から書く、要するに一つの意見を書けばいいんですね。こういう問題も、未だに特に予備だったら出題されることがあります。じゃあこの難しそうな憲法にどう対処すればいいか。で、一番難しいのはやっぱり主張反論型です。これをゴールにしましょう。ただいきなりこれは書けないので、まずこの合格答案作成講座ではこの旧式型の問題を中心に、論文のパーツを学んでいきます。要するに旧式型で裁判官の視点から書くと、もうちょっと膨らませると主張反論型になってきますので、この旧式型を、この講座では勉強していきますと、本講座ですね。で主張反論型の書き方なんかはこの講座でも触れますけど、どちらかというとそれは司法試験レベルの問題になります。ここまでよろしいでしょうか。あとね、もうちょっと最初に、ご託を言っておきますと、人権と統治ってやっぱり、2大分野で論文試験ではあります。で早い話が人権の方が圧倒的に出ます。というか司法試験、最終目標の司法試験では人権が9割です、出るのが。で予備試験だと統治もまあ 3,4 割出るかなという感じです。でロースクール入試だと5対5のところもあります。ただ人権を中心に、勉強していく。ただ統治もやっぱり予備試験なんか出ちゃうので、予備試験の人は少し勉強しておく、そんなイメージも持っておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ本格的な論文の書き方はちょっと、この後に来るレジュメでやりますけど、先に具体的な問題を見ていきましょう。早速です。問題集の2ページを、ご覧ください。一緒に読んでいきましょう。でこれ別に予習してなくてもいいです。とりあえず見ましょう。第1問、在日2世で外国籍を有し、X 県の職員（保健師である高特別永住者）は X 県の管理職選考試験を受験しようとした。しかし X 県人事委員会は日本国籍を有することが受験資格の要件であるとして、高の受験申込書の受け取りを拒否したため、高は管理職選考試験を受けることができなかった。なお X 県では職種により区別を設けず、公権力を行使する管理職等をも包含する一体的な管理職任用制度を採用しており、また管理職選考試験に合格したとしても課長級の職に就くにはさらに選考を経る必要があるとしている。かかる事案における憲法上の問題点について論ぜよ。これ先ほどのタイプでいうと旧式型の問題になります。ただこれもね、説問ちょっと工夫して、1番、
公の立場に立って憲法上の主張せよ。2番、公権のが、X 権の側に立って主張せよ。3番、私権だったら紳士型の問題にはなります。じゃあこれどう考えます？皆さんどう思いました？これ読んで、まあ、憲法を勉強している方はパッと判例が思い浮かんだでしょう、ありましたよね。で、これ人権の問題なんですけど、まずどう考えるかというと、これね、まず何の人権の問題かっていうのを考えます。何の人権か、これ江さんの何の人権が侵害されてますか？江さんはもはや X 権の職員ですけど、要するに管理職選考試験を受験する権利が侵害されてますね。で、この段階では表現の自由とか抽象的な人権ではなくて、具体的な生の権利をまず考えてください。正確に読んでくださいよ。公務就任権だったらまだ足りなくて、管理職選考試験を受験することですよね。だってこの人受験して受かんないと管理職になれませんから、管理職になる人権とはちょっと違う。なので何の人権かというと、管理職選考試験を受ける権利、これに当たります。じゃあ今日ね、ここすごいいい問題なんですけど、人権設定の問題って言います。何の人権にするか。で、管理職選考試験を受ける権利って設定しました。で、これ憲法何条でしょうか？何を言ってるかというと、憲法には管理職選考試験を受ける人権なんて一言も書いてないんです。ということは、どこかの条文からこの管理職選考試験を受ける権利をひねり出してこなきゃいけない。これは一般的な法律解釈になります。何条でいきます？一つは、これ明らかに公務就任権に関わるから憲法15条1項、こんなの考えた人いるんじゃないでしょうか。憲法15条1項ご覧ください。15条1項、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である。15条1項に書いているのはあくまで選挙権です。ただここから選挙権は非選挙権の裏返しだとして、非選挙権を導いて公務員になる権利も15条1項で考えることができます。これが一般的な考え方です。だから一つは、これは公務就任権の問題だ。公務就任権、ちょっと州が出てこない、 こうか、公務就任権の問題だとして15条1項で根拠づける考え方があります。で、当然もし答案に15条1項を書くんだったら解釈しなければなりません。なぜかというと、15条1項は選挙権しか表面上は規定していないからです。で、そこはまあ私だったら論点とかこう答案構成要請には書いておきますけど、これは実際に書くときにはちゃんと法解釈を簡単に展開してください。で、このあたりの法解釈知らないよって方はですね、入門講座とかテキストを復習していても基本書見ていただいてもいいし、あとはこの論証集に大抵の論点載ってます。例えばね、この論証集もしお持ちの方は62ページでこの公務就任権の根拠というものが書いてありますので、後で見ておいてください。ただ一言申し上げると、この公務就任権、少なくとも今回の問題ではこんなに長々書くものではありません。
論書は長く書くときもあれば短く書くときもあると思っておいてください。よろしいでしょうか。では次行きましょう。で、他の人権ないですか。今回他の人権の問題出てきませんか。公務就任権の他に何か思いつかないですか。もう一個ね、思いつきます。これ平等権の問題にならないか。まあ、日本国籍を持っている人とそれ以外の人を、区別しているから、あと平等権の問題になりますね。このあたりはブレインストーミング的な感じでね、人権出していってください。じゃあどっち論じます。公務就任権と平等権、片方両方どうしましょうね。この答案例はレックの回答例は平等権だけで論じてます。なぜでしょうか。これ私もね、平等権だけで論じます。その答えは、公務就任権は通説的な見解によると、これ日本国籍を持つ者しか認められないですね。もちろん解釈によってはこのね、特別永住者にも認められるんだって言えるかもしれないけど、ちょっと厳しい。なのでこれはやっぱり外国籍である以上厳しい。そして平等権一本に絞ってこの答案例は論じております。ただですね、これもちろん試験時間との兼ね合いです。試験時間がいっぱいあれば公務就任権も書いて平等権も書くべきです。一方試験時間があまりないなら平等権一本で絞って書くべきです。それは両方書いても不正解というわけではありません。どこまで書けるかというのは時間の問題です。あと公務就任権一本で絞ってもちゃんと学説にのっとって書けばそれはそれで正解です。憲法というのは唯一の答えがあるわけではありません。あの憲法というのはね、極端な話、筋が通っていれば何条の問題にしたっていいんです。ただし筋が通っていれば。じゃあ平等権の問題だと言いました。で次ね、侵害があるかって考えるんですよ。人権侵害があるかで、今回は明らかにあります。明らかに区別あり。じゃあ次何かっていうと、次は平等権違反であっても合理的な区別なら許されますよね。基準を立てて、審査基準ってやつですね。これ審査基準を立てて、で最後に、まあちょっと今回書きませんけど、当てはめをするということになります。で憲法の答案ってこんな感じの流れで書いていくということを知っておいてください。よろしいでしょうか。じゃあね、あのこのレックの回答ではちょっと判例のベースの書き方をしているんですけど、ちょっとここでですね、レジュメもおそらく来たことだと思いますので、この憲法論述の書き方というものを見てください。でこれは私が昔ね、公務員の試験の憲法論述をやった時のレジュメをですね、司法試験用にアレンジしております。で司法試験用なので、こちらの15ページ見てください。で典型的な自由権の書き方というものをここでまず学んでおいていただきたいと思います。ちょっとさっきの問題忘れてくださいね。じゃあ今回の問題これです。例 X は大学で医学の勉強をしたが、現代の医学の在り方に疑問を感じ、医師免許を取得しなかった。しかし X は15ページですね、独自の医学理論に基づきがんを完治させることができると考え、反復継続の意思を持って患者から料金を徴して手術等の治療を行っていたため、医師以外の者が異議をなすことを禁じた医師法違反の罪に問われ起訴した。これを不服とする X は憲法上どのような主張をなし得るか、またその主張の是非について論ぜよ。で医師法の条文がついています。
で第2条は医師になろうとする者は国家試験に合格して免許を受けなければならない。9条が医師国家試験の内容、17条が医師でなければ異業をなしてはならない。で31条、次の格好のいずれかに該当するものは3年間の懲役もしくは100万円から罰金に処し、またはこれを併科する1号17条の規定に違反したもの、こんな問題が出ています。でこれなんですけど、どう書いていきましょうか。で、これはね、実はですね、国税専門官という公務員試験の過去問です。結構難しいの出ますよね。普通に司法試験にも出そうな問題です。で手順なんですけど、まず憲法上どのような主張をし得るかという問いは、これね、攻撃って結構強い言葉ですけど、これに慣れててください。どこ攻撃しますかって話です。つまり法令そのものが憲法違反なのか、法令の適用が憲法違反なのか、適用意見なのかというのを聞きたいということになります。で法令意見と適用意見、ちょっと習ったけどよくわからないなって方もいらっしゃいますね。これね、論文でものすごい大事なんです。で今回は法令意見でいきましょう。なぜかというと、今回ね、起訴されてますよね。この起訴されている X さんが無罪になるためには、この罰則規定が消えればいいんですね。憲法違反で無効となれば無罪になります。なぜかというと構成要件がないから。なので法令違反を、法令意見を主張していきたいということで、本文なら見てください。医師法2条17条31条が職業選択の自由、憲法21条に反し違憲無効であると主張をなし得ると書けばいいということになります。でこの攻撃対象の条文の上げ方も気をつけてくださいね。特に罰則規定も含まないと意味ないですよね。罰則消さないとダメですからっていうふうに書いていくんだということです。でちょっと脱線しますね。法令意見か適用意見かという問題は後でガチガチになります。でも今はこういうイメージをしてください。適用意見というのは、この人の特殊事情があるときには適用意見を書いてください。この人の特殊事情というのは、例えば X さんが医者じゃないんだけど病院に運んだら死んじゃうような人が目の前にいて、この人を助けなければならなかった、これ X さんだけの特殊事情ですね。そういった特殊事情を使いたいときは適用意見を書いて、そうじゃないときは法令意見を書く、そんなイメージを持ってください。特殊事情があるときは適用意見、そうじゃないときは法令意見です。ちょっと書きましょうか。今イメージね、最初からそういうイメージを持ってください。特殊事情があれば X さんだけのね、 X さんだけの特殊事情があれば適用意見を考えて、そうでないなら法令意見です。で学習、憲法の学習進んだ方、この特殊事情って何て言いましたっけ。何事実、これ司法事実って言葉聞いたことありません。あの憲法の教科書に載ってる司法事実ってやつです。その人の特殊事情っていうのは、適用意見は司法事実を考慮できるってことです。これもうちょっと深めましょうか。私がよくするお話は住居侵入罪です。ある竹山くんがですね、何々とのビラを配るためにマンションのエントランスに侵入して住居侵入罪で起訴されました。でこの場合法令意見を論じるか適用意見を論じるかって考えてほしいんですよ。これどうします？で結構簡単で、住居侵入罪って法令意見にすべきですか？となるとこの住居侵入罪っておそらく必要なんで、全部を潰すわけにはいかない。でも今回の事例だけ救ってあげたい、そういう時が適用意見です。そう考えていただいても結構です。で今日の講義ね、私取り留めもない話をしてますけど、なんでかというとね、憲法ってね、本当に取り留めもない科目なんです。でどっちかっていうと、なんかね、太い理論をこうやって軽装みたいに理解しておくよりは、定石みたいなやつ、まあ、テクニックって言ったらあれなんですけど、こういう事情があったら違憲審査基準が厳しくなるとか、そういった定石をいくつかね、知っておいた方が論文書きやすくなるんですよ。だからなんか雑談みたいな話してますけど、実はこういうところが論文に生きてくると思って、知らないところは書き留めておいてください。
じゃあすいません、だいぶ脱線してますけど、じゃあ次15ページ一番下行って、その主張の是非です。で、医師法2条17条30条が職業選択の自由に反するのか書く。で、ここでなんか人権ストラクチャーとか書いてますけど、これね、昔公務員試験の講義でやってたんで、なんかいろんな名前つけてるだけです。あんまり気にしないでください。で、結局ここ見てくださいね。ある法律や諸文等が人権を制限しているとき、その法律や諸文等が合憲か否かを論じる方法、つまりなんかパターンみたいのがあるんですよ。で、これは自由権の制約に使えるパターンがあるんだと思ってください。まあ、これ典型的なんですね、司法試験で。なのでこの書き方を覚えましょう。で、丸1番、まずどんな権利自由が侵害されて、その権利自由が憲法上何条に当たるのかを指摘します。もうこれくどいですけど、今回 X が侵害されているのは医業を行う自由で、医業を行う自由は営業の自由に含まれる。あるいは医師になる自由が侵害されているとして、職業選択の自由の問題としても構いません。これはどちらでも結構です。あと営業の自由っていうのは書いてないので、憲法の条文にもちろん営業の自由を書くときは、少し論証を書く必要があります。で、丸2番、つまり次に決まり文句書いてください。しかし営業の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による内在的制約を受ける。ではどこまでの制約が許されるのか、違憲審査基準が問題となる。これお決まりのパターンになります。人権があって、その人権が侵害されてるよ。でも人権侵害って即違憲じゃないですよね。公共の福祉によって許される制約もあれば、許されない制約もある。だから違憲審査基準を使って書きましょう。そういった、手順になってきます。で、ここでね、論文慣れてない人一言、公共の福祉論って論証ありますよね。一元的内在的制約があるとか、あれは書かない。書いても実益がないからです。なのでこれぐらいでいいんです。公共の福祉はさらっと触れる。で、次に違憲審査基準を立てます。で、まずさまざまな人権に使える書き方をご紹介します。この点、違憲審査基準は制約される人権の性質と制約の対応を考慮して決するべきである。今日無料体験の人もこれだけ覚えて帰ってください。人権の性質と制約対応、この2つで決める考え方があります。これは芦部先生の見解です。芦部先生の見解を抽象化するとこうなります。この人権の性質と制約対応です。これ後で詳しくやりますけど、表現の自由っていうのは厳しく審査しますよね。経済的自由っていうのは表現の自由よりも緩やかに審査すると、二重の基準がありますよね。あれってこの人権の性質考慮して決めますよ。じゃあもう一個見ましょう。あとね、表現の自由で内容規制と内容中立規制って聞いたことありますか。内容規制の方が厳しい制約対応だから厳しく審査しますね。内容中立規制の方が緩やかだから内容規制より緩やかに審査する。分かんない人は後でやりますよ。それはこれですよね、制約の対応。この2つなんです、要素は。これはぜひ覚えてください。いいでしょうか。で、先に行きましょう。で、17ページでちょっとこの編みがけは後で見ます。このフレーズを書いた後、3つの基準のどれを使うか考えます。でね、18ページ、3つのレベルの審査基準で、で、この考え方を使わなくても正解ですよ。憲法っていろんな書き方があります。ただ昔から一般的に使われている書き方を今日はご紹介します。で、審査基準は3つあります。で、竹山嘘つけって思いますよね。4つありますよね。違うんですよ、これレベル3つで、厳しいのと中間が2つあって緩やかなんですよ。この3つのレベルの審査基準があると覚えてください。で、中が2つあります。で、一番厳しい基準で、いくつかの基準があるんですけど、代表的な基準が厳格審査基準ということです。これ何かというと、立法目的が必要不可欠で、目的達成手段が必要最小限度の場合に限り合憲とする考え方になります。立法目的ってイメージ湧きますか。さっきの医師法の問題だったら、なんで医師免許を持たないと医者のができないのかっていう話です。で、さらに目的達成手段というのは、無免許で医師をした者に刑罰を科す。しかもこの刑罰、具体的にね、書かなきゃいけません。だって死刑か罰金かって全然話違いますよね。
っていう手段を考えて、この2つをクリアしたら合計にする考え方を厳格審査基準と言います。で、芦部先生流の考え方だと、これ政治的表現の自由の内容規制に使うという考え方です。で、憲法ね、苦手な方、この目的と手段で審査するって考え方に慣れてください。なんでこの法律を作ったのかが立法目的で、目的達成手段のために例えば刑罰を科すのか、あるいは行政指導をするのかっていうのが目的達成手段です。で、次中間いきます。この2つは中間審査基準と呼ばれるものです。で、中の上を LRA の基準っていうのがあります。これは立法目的が重要で、かつ目的達成手段はちょっと難しいんですけど、他に選びうるより制限的な手段がない場合に合憲になります。これね、他に選びうるより制限的な手段がない、これ LRA のね、略なので難しいんですけど、簡単に言いますよ。他により緩やかな手段があったら違憲になります。要するに今回ね、刑罰を科してるけど、他に行政指導です、行政指導って緩やかですね、行政指導みたいな緩やかな手段で目的達成できるなら違憲になります。そういうのを LRA と言います。書きましょうか。 LRA は逆に言うと、目的達成のために より緩やかな手段があれば違憲となる。こっちの方が多分分かりやすいと思います。だから違憲とするためには、 LRA を使って違憲とするためには、より緩やかな手段を探していくんですね。そういうことになります。よろしいでしょうか。で、これどんなものに使うかというと、これ例示ですけど、例えば芦部先生だったら政治的表現の自由の内容中立規制を使います。政治的表現の自由はすごく大事な人権だけど、内容規制よりも緩やかな内容中立規制だから、厳格審査より緩い LRA を使うというロジックです。ちなみに内容中立規制というのは、時場所方法の規制ね、時場所方法の規制、夜は演説をしてはならないとか、そういった規制になります。じゃあ次、中の下、厳格な合理性の基準です。これは立法目的が重要で、かつ目的と手段の間に実質的関連性があることが認められれば合憲となる考え方になります。実質的関連性、これもね、難しい言葉ですね。一言で言うと、手段が目的達成に効果的であるという意味です。手段が目的達成に効果的である、そういう意味ね。手段が目的達成に効果的である。今回でいうと、確かに、医師免許がなければ刑罰を科すことによって無免許医師の発生を予防できる、あ、効果的ですよね。そういうふうに考えていく、効果的であるということです。で、経済的自由の消極目的規制なんかに使います。これ二重の基準の方から言うと、政治的表現の方が厳しい基準を使って、経済的自由の方が緩やかな基準を使うので、経済的自由を下の2つの基準に当てはめる。ただ消極と積極を分けますよね、目的に分のだったら。ただ消極が中の下なんですよ。積極が一番緩やかになります。じゃあ次、合理性の基準です。これ一番緩やか、これは立法目的が正当で、目的と手段の間に合理的関連性があれば合憲となるという考え方です。で、経済的自由の積極目的規制に使います。でね、ここでよく問題あるんですよ。先生、必要不可欠と重要と正当の違いって何ですか。これね、ちょっと説明しておきますね。正当はちょっと除いてください。重要か必要不可欠か、これの切り分けの基準はありません。で、各自これは
必要不可欠だと考えたら必要不可欠いいし、重要だと考えたら重要でも結構です。でそんなこと言うとなんだよって顔する人もいるんで、私は試験の時こう考えてました。何が必要不可欠かっていうと、あのね、歴史得意な方、夜景国家って聞いたことありません？夜景国家っていうのは昔あった国で、国防とか警察とか必要最小限のことをする国家を言いました。で私の考えですよ、私の考えだけど、国が絶対にやらなきゃいけない必要不可欠なことだけこっちで考えて、それ以外は重要だと私は考えてました、個人的にはね。まあこれはいろんな考え方があります。で一方政党に関して、こっちはねふわっとしてて簡単なんですよ。これ原則合憲です、一番下の基準は。でよっぽどの話があった時だけ違憲になる、そういう基準だと思ってください。じゃあ次ですね、この目的と手段の間に合理的関連性がある、これはね何らかのつながりがあるということです。何らかのつながりがある。で何を言ってるかというと、これも原則合憲です。よほどまずいものだけ関連性がないとされます。何でもいいんですよ。例えば立法目的が子どもの学力向上のために昼間紅茶を飲むことを禁止する法律ができたとしましょう。わけわかんないですね。このわけわからない法律だけ違憲にできるのがこれです、合理性の基準。それはさすがに関連性が全くないだろうと。でもちょっとでもつながりがあれば、一番緩やかな基準は合憲になります。例えばすっごい極端な話、子どもの学力を向上させるために、まあ、子どもに朝ごはんを食べさせた方がいいと言われる考え方があります。そこで子どもに朝ごはんを食べさせなかった親は死刑にする。これ一応つながりがあるので、それぐらいで合憲になっちゃう基準なんですよ。だからよっぽどわけのわからない法律以外は合憲になる基準だと思ってください。で目的と手段が上の要件を満たせば合憲となるんですけど、これねテクニックじゃないけど、この合理性の基準って使いにくいですよね、そうは言っても。なので合理性の基準の代わりに明白性の基準、これも同じレベルの基準なので、こっち使ってもいいです。でこっちの方が書きやすいかもしれない。明白性の基準は、制約が著しく不合理であることが明白でない限り合憲。言ってること同じなんですけど、当てはめはしやすいと思います。で中2の1行問題、これロースクール受ける人以外はまず出ないので、ここは無視してください。でどの審査基準を使うか、これ目安ですよ。でも人権の性質と制約対応で決めるから、こう考えますね。人権すごく保護すべきで、かつ制約対応が厳しいんだったら一番上の基準、厳格な基準で、人権をすごく保護すべきか否か、人権の重要性と制約の必要性で決める。でも人権をすごく保護すべきなんだけど、制約対応が緩やかだったら基準が下がって LRA とか厳格な合理性、人権まあまあ保護すべきで制約対応厳しいなら LRA とか厳格な合理性で、人権まあまあ保護すべきなんだけど制約対応が緩やかなら一番緩やかな基準、まあ、こんな感じで人権の性質と制約対応で基準を振り分けていくということになります。で19ページって、2行目、もし中間ならどちらかに寄せて書きます。で本文ではどう書くか、例えばこんな感じ、いかなる職業に就くかはその人の人格と関わる問題である、したがって職業選択の自由は、人格的価値を有する極めて重要な人権である、まあ、こんな感じで書きます。で人権がどれほど重要かはある程度ね、現場思考で書いていっても構いません。表現の自由とかだったら、あの自己実現の価値とか自己統治の価値で書けるかもしれないけど、その他の人権だったら考えて書いてください。ただその考えて書けって言っても厳しいですね。そういう場合どうするかというと、判例の文言とかちょっとピックアップしておくんです、あらかじめ。例えばここの人格的価値っていうのはどこから出てきたかというと、これ薬事法距離制限違憲判決のフレーズなんですね。そういうところからなんか使えそうなフレーズをピックアップしておくが重要です。で一方、無免許で異業をなすことを認めると、能力のないものは異業を行う可能性を発生させることになり、国民の生命身体に重大な被害を及ぼす恐れがある、したがって制約性の必要性も高い。で人権の価値自体は高いが制約の必要性も高いので、中程度に保護される人権だと言える。で一方、制約対応、
ここに着目しましょう。資格を取れば医療を行うことができるので、製薬対応もこれ中程度だと言えるということになります。誰もが資格を一応取れる門戸が開かれているなら、そこまで製薬対応は厳しくありません。一番厳しい製薬対応はあれね、世襲制。これめちゃくちゃ厳しいですね。他の人はなれないからね。で、よって意見審査基準としては、すなわち立法目的が重要で、目的と手段の間に実質的関連性があるときに限り合憲とする基準、まあ、厳格な合理性の基準を使うべきである。こんな感じで書いて意見審査基準ができました。どうです、書けそうですか。これちょっと難しいって思った方もいらっしゃる一面、なんか書けそうですね、適当に書けばっていう人もいると思います。で、このように意見審査基準を導いていきます。で、市販の回答例って審査基準をね、簡単に導いてる回答例も多いんですけど、これぐらい書いた方がいいです。審査基準を設定するか、何に設定するか、で、なんでその審査基準に設定するかっていうのはめちゃくちゃ点数振られてるんですよ。で、あとね、憲法って苦手な人多いんで、これぐらい書ければ A 行きます、普通に。審査基準に関しては。なので、これぐらい書ければいいんだなとイメージを作っておいてください。じゃあ次20ページ行って、とは言っても今の話を聞いてびっくりした方、いや二重の基準の方と目的二分の使って使えて言われたよって方、それを使う書き方を見ていきましょう。で、このポイントは政治的表現の自由や経済的自由には使いやすいです。だってそのための基準だから。でも、その他の人権では使いにくいことがあります。学問の自由とかね。ただ、括弧1の方法より機械的にできるが、現場であまり考えてない人にはおすすめです。ただし、これ、本質的には1の書き方と全く変わりません。なぜかというと、さっき見た通り、これ全くさっきの同じ表なんですけど、政治的表現に厳しい2つを当てはめて、経済的自由に緩やかな2つを当てはめた。で、上の2つは内容規制と内容中立規制で分けて、下の2つは消極目的規制と積極目的規制で分けたのが二重の基準論と目的二分論です。だからこれって結局、人権の性質と制約対応で審査基準を足部先生が具体的に割り振っただけなんですね。なのでさっきの考え方と変わりません。で、ただちょっと皆さんが見てる論章っぽく書くと21ページこんな感じになります。この点、意見審査基準は人権の性質に応じて決定すべきである。本文で問題となっている職業選択の自由は経済的自由である。では経済的自由の制約に対する意見審査基準はどう考えるべきか。ここで経済的自由への侵害は、1、民主制の過程で回復することが可能であること、2、経済的自由の規制については政策判断が関係することが多く、立法府である国会の判断を尊重すべきであること、3、経済的自由の価値は、人格に関わる表現の自由より劣るということから、精神的自由権よりも緩やかな基準で判断すべきである。最も経済的自由への侵害も、目的が多様であるので、目的によって基準を変えるべきである。具体的には、1、社会的弱者の保護、社会の調和的発展という積極目的の場合には規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って検討すべきである。明白性の基準、なぜなら積極目的規制の場合、裁判所は審査能力に乏しく国会の政策判断を尊重すべきだからである。一方、2、害悪の防止、社会秩序の維持という消極目的規制の場合には目的が重要であり、目的と手段の間に実質的関連性がある場合に限り貢献とすべきである。消極目的規制の場合、裁判所はある程度踏み込んだ審査をする能力があるからである。で、今回は積極目的規制なのか消極目的規制なのか考えて、医者の免許の場合はおそらく消極目的規制でしょう。無免許の変な医者に手術されて死亡者が出たら困るからってことなので、だから消極目的規制で厳格な合理性の基準って書いていくことになります。これがね、お決まりの論章を使ったパターンです。で、どちらを書いてもこれ正解です。点数がきます。おそらく同じぐらい点数がきます。ただこれね、両方書けるようにしておいた方がいいです。で、ここね、なんか見たら見慣れたフレーズが多いなって反面、冗長ですよね。長くないですか。で、おそらくこっちの方がなんかちょっと問題文に即してるなって気はした人いると思うんですよ。なので実はですね、こっちの方が結論的には点数がきます。理由を説明しますね。こことここの箇所だけだと同じ点数です。でもこっちの短い方を使えばもっといろんなことを書けますよね。だから結果的に点数が伸びるんですよ。当てはめっていうのを充実させることができます。ここを短くすれば。それはね、ぜひ知っておいてください。ただ別に
もう私は丸暗記しかできないんだって方はこっちベターって書いていただいても点数がきます。よろしいでしょうか。で次、基準を問題に当てはめます。21ページですね、一番下、自分の立てた基準に問題文の事実を当てはめます。でここは自分で考えて書きます。当てはめすっごい重要です。で22ページ1、さまざまな人権に使える書き方を使った場合、こんな方に書きます。医師法が医師免許を持たない者の異議を禁した目的、はい、立法目的です。これはちゃんと認定しましょう。医師としての能力を有さない者の医療行為から国民の生命安全を守ることである。で立法目的は、問題文に書いてある事情と法律の文言から具体的に考えていきます。で医師法の1条って目的規定があるんですよ。あれは参考にしてください。でもあれだけで決まりません。目的って抽象的だから。で考えるとこうですよね。無免許の医者で能力ないものがやったら国民の生命安全が害されるから、それを禁止するためということです。で能力を有さない者の医療行為は人の生命を害する危険性が高いことを考えると目的は重要だと言える。でここで文章の論理構造に厳しい方、これ矛盾とまでは言えないけど同じこと言ってるだけですね。でここはね、申し訳ないですけど試験のテクニックです。これね、ここ書かない人いるんですよ。国民の生命安全を守ることであり、いきなり目的は重要だって書く人がいるんです。でもいきなり目的は重要だって書くと、この人理由がなく目的は重要だって言ってるような印象を受けてしまうんですね。なのでこれぜひ覚えておいてください。何でもいいから一言何か書いて目的は重要だって言ってください。一言書くことが重要です。中身は大したこと書かなくていいです。だから一言、さっきと似たようなことだけど、能力を有さない者の医療行為や人の生命を害する危険性が高いことを考えると。でこれだけで嫌だったら、人の生命は最も重要な価値であることに鑑みるとぐらい入れてやってもいいですよ。目的は重要だと言える。で書いていきます。これが立法目的です。じゃあ次ですね。また医師法は医業を行うために免許が必要だとし、無免許者の医療行為に刑罰を科すこととしている。でこのような手段は目的達成のために効果的と言えるので、効果はありますね。必要最小限かは知りませんよ。それは LRA の話。今回の厳格な合理性は効果があればいいので、目的と手段の間に実質的関連性がある。したがって医師法は憲法22条1項に反しないので、 X の主張は認められない。これが当てはめの部分になります。でこれが一連の流れになります。まとめると23ページのような答案になります。でこんな感じで書くんだってイメージをぜひつけておいてください。これ自由権侵害に使える書き方です。よろしいでしょうか。どうですかね、書けそうですか。でこの基本パターンを書けると、あとはいろんな例外的な事象もあるんですけど、それは都度拾っていくということになります。で眠くなってきたかもしれないですけど、もうちょっとやりましょう。24ページです。で丸5、文面審査です。本問では問題にならなかったが、刑罰や表現の自由への規制では明確性の原則、これが問題になることがありますね。この書き方は簡単。明確性の原則の論証を書いて、その基準にそのまま当てはまるかどうかを考えていけばいい、そういうことになります。で明確性の原則はですね、論証集でいうと45ページに書いてます。でこの論証もちょっと長いんですけど、もし論証書をお持ちだったら45ページの論点なの論証のこの一番下の、通常の判断能力を有する一般人の理解において具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能にさせるような基準が読み取れるかどうかで基準を書いて、もちろん理由をつけてこの基準を書いて、あとは当てはめるだけってことになります。この明確性の原則の書き方は、まあ、民法とか刑法に似ています。よろしいでしょうか。じゃあ事例問題の書き方で、その他の人権と統治権も今日扱っちゃいましょう。でまず括弧1、特定行為排除権、これね難しく書いてますけど大した話じゃない。例えば政教分離違反、検閲になるか、奴隷的拘束の禁止、あんまり出ないけどね、になるかは、これは定義を書いて淡々と当てはめをするだけです。政教分離原則だったら、例えば目的効果基準を書いて当てはめをするだけ。そんなに難しくない。
じゃあ次、括弧に平等権です。選挙権の場合は統治の論証を見てください。で、選挙権以外の場合、以下の手順を参照してください。で、これもね、ぜひ覚えて書いてください。平等権っていうのは大きく分けて審査基準2通りあります。1つ目は判例の基準です。で、判例の基準、平等意見違反の審査基準の判例はこれ1本。平等権は不合理な区別をされない権利である。これだけです。テキストに区別が合理的かどうかって書いてありますよね。あれが判例の審査基準そのものです。そしてここ見てください。日本が福祉国家である以上、ある程度の区別は想定されるので、区別の合理性は緩やかな基準で判断すべきだ。これ何を言ってるかというと、日本は一応憲法25条があるので福祉国家です。で、福祉国家っていうのは所得、富の再分配が行われる国家です。まあすごく汚い言葉を使えば、金持ちから取って、貧しい人に分配するという国家です。そこに不平等が含まれるのは当然です。ということで緩やかな基準で判断するんです。ただし国籍法違憲判決を思い出してください。本人の努力で克服可能じゃない場合は考慮が必要なので、区別の内容やその区別が本人の努力で克服可能か否かを考慮して、合理性を慎重に検討する場合がある。これが判例の基準になります。で、判例の基準で書きたい方、これね、判例の基準を少しアレンジするとすっごい書きやすくなります。だから原則判例の基準だと明白性の基準なんですよ。一番緩やかな基準でも、本人の努力で克服不可能な事情があると審査基準上がるって考えてください。厳格な合理性とかに、そうするとすごい書きやすい書き方になります。いいでしょうか。じゃあ次、学説、この基準使ってもいいです。これ公団列挙時に特別の意味を認める論証だったらこんな感じ、25ページです。で、まず〇〇は何々と何々を別意に扱うものなので憲法14条1項に抵触する。で、ここちょっとコメントしてきます。これはね、書いた方がいいですよ。何かというと、これね、人権があってその侵害があるって認定しているところなんですね。人権が存在する、しかもそれが侵害されているというのは必ず書いてください。これ要するに権利侵害、こっちか、別意に扱うのが権利侵害ですね。権利侵害があるっていうのは必ず認定してください。で、なんでこんな当たり前のことを書くのかっていうのを少し説明しておきますね。権利があること、権利侵害があることっていうのは重要です。例えばこんな事例考えてください。竹山くんがですね、小説を書きました。船橋市の図書館にこの小説を収蔵してくれと言いました。嫌だって言われました。人権の侵害ありますかっていうよくわからない問題もあるので、必ず人権の侵害があるかどうかっていうのは、検討する癖をつけてください。で、14条の話なので余裕があればここで立法者拘束説を入れます。まあ、法律による平等権の侵害の場合のみですが。で、これなんか余計な一言書いてますね。これどういう意味か分かりますか。解読してください。立法者拘束説っていうのは法内容の平等にも憲法14条1項が適用されるということですね。ということは、そもそも行政権の問題だったら書く必要ないんですよ。法律で平等権侵害が行われている場合だけ書くということになります。では、平等とは一切の差別的取り扱いを禁止するのか、それとも合理的な区別なら許すのか、条文上は明らかでなくなる問題となる。で、この点、平等とは全てのものを全く同一に取り扱うという絶対的平等だとする考え方があるが、日本国憲法は福祉国家の理念を採用しているので、平等とは各個人の特質に応じた合理的区別を認める相対的平等だと解する。では、どの程度の別意取り扱いなら許されるか。で、区別が合理的な否かにつき、どのような審査基準を用いるべきか。で、この点で学説のアプローチはこれです。どのような人権についての平等が問題になっているのか、その問題となっている人権の性質に着目して基準を決定すべきだと解する。具体的には二重の基準論の趣旨に照らし、精神的自由権における差別には厳格審査基準を用いるべきである。一方、経済的自由権における
差別には目的二分論に従い、消極目的規制なら厳格な合理性の基準を、積極目的規制なら明白性の原則を用いるべきである。これが学説の基準になります。よろしいでしょうか。でどちら使っても構いません。で一応一端があります。で、26ページで例えば存続殺重罰規定で判例の考え方を書くとこんな感じです。論証を書いた上で、当該規定は社会的身分のによる差別に当たる。で厳格な合理性の基準で審査する。で区別、あこれ判例じゃない、学説ね、失礼しました、これ学説です、これ学説の考え方です。当該規定は社会的身分による差別に当たる、したがって厳格な合理性の基準で審査をする。で存続に対する尊重法を保護するという区別の目的は重要である。そして存続殺とそれ以外の殺人に対する刑罰を区別するということは、目的達成に実質的に見て役立つので実質的関連性があるけど、区別の程度が極端であって相当ではないから違憲ってなる。結論は判例と同じにしました。まあ、そんな感じで書いていくということです。でここまでね来てね、ちょっと疲れたなって思う方もいると思うんですよ。結構なんか難しいことも出てきますね、憲法でね。難しいんです憲法って。予備試験とか司法試験の論文の憲法ってのは簡単なものを書くとみんなできちゃうので、結構深い、理論をそれなりに理解して書くことが求められてます。ただし覚える量はね、民法とか刑法と比べるとすごい少ないので、頑張れば点数が取れます。ということでちょっといろいろコメントしておきますね。平等権も出たので、で今、これ24ページ判例の基準と学説の基準、これやりました。で学説の基準使う方に一言、コメントしておきます。これよくある基準なんで非常に使いやすいと思います。ただね、1個弱点があるとこれ言われております。例えばこんな例考えましょう。で外国に住む日本人 X には衆議院議員の選挙権がなかった。衆議院の選挙権なし。衆議院議員選挙の権利がない。まあこれもどっかの判例で見たような話ですね。外国に住む日本人 X には衆議院議員選挙の権利がない。はい、この人憲法何条の権利が侵害されているでしょうか。まあこれまず選挙の権利がないっていうのは、選挙の権利が侵害されていると考えて15条1項の権利侵害があるって考えることができますね。じゃあもう一個いきません。外国に住んでいると日本に住んでいるということで区別がされているとして、14条1項の侵害が考えられるということです。ちょっと審査基準を考えていきましょう。これは別にガチガチに書いたりしなくていいですよ。ちょっと頭の体操的な意味も愛もあります。15条1項の選挙権すごく大事だから厳格審査基準にしたとしましょう。じゃあ14条1項の審査基準はどうですか。学説の基準を使うと25ページの、ここ見てほしいんですけど、どのような人権についての平等が問題になっているのか、その問題となっている人権の性質に着目して基準を決定すべきだと解する。具体的には二重の基準論の趣旨に照らし、精神的自由権における差別には厳格審査基準を用いるべきである。ちょっとこんがらがってきたのでまとめますよ。すごいざっくり言うと、学説の基準を使うとこういう考え方になります。あ、15条1項の人権だ、大切だから厳格審査基準。あ、14条1項の人権だ、区別の対象となっている人権の性質を見て考えましょう。選挙権大切だから厳格審査基準。同じこと言ってません。これ最大の弱点なんですよ。これは知っといてください。学説を使うと実はこの2つで同じことを言ってしまう。
これ注意してください。同じこと書いても点数きませんよ。これなんでこれ言ってるかというと、私も本試験の時ドツボにはまったんです。これあれ同じこと書いてる、どうしようどうしようってなっちゃったんです。だからパニックにならないためにも知っておいてください。同じこと書いちゃう羽目になります。じゃあこの学説の基準で同じこと書かないためにはどうすればいいか。いや同じこと書いちゃうんですよ。事例によって使い分けるんです。公団列挙自由が問題になると話違いますね。だから学説の基準は同じこと言ってしまうけど、公団列挙自由の場合は違うことが書けるということになります。ということは学説の基準を使うと14条1項で積極的に書くのは公団列挙自由の場合ということになってきますね。ここまでよろしいでしょうか。で頭ぐちゃぐちゃになってきたかもしれないんですけど、ちょっとまとめますね。憲法14条1項ってのは実はほとんど負け筋です。だから一般的に出たら書かない。これだったら15条1項を書いて14条1項は書きません。ただ憲法14条書いた方がいい場面があるので、ちょっとこれご紹介しておきますね。平等権を書いた方がいい場合、これ一言で言うと簡単です。勝てるとき、勝ち筋なとき、平等権を主張した方が勝ち筋なときです。平等権の方が勝ち筋なときってどういうときでしょう。一つ目は平等権しかない場合です。他の人権の問題とできない、あるいは他の人権の問題とすることが困難であるとき。他の人権と構成するのが困難。これが一つ目になります。で、他の人権と構成するのが困難なとき、これどんな場合でしょうか。で、まずね、判例で平等権侵害で法令違憲となった例をいくつか思い浮かべてください。例えば存続殺重罰規定違憲判決、あれ平等権以外の問題にできますか。できないことないですよ。31条違反、31条はご存知の通り、手続きの法定のみならず、手続きの適正と実態の適正と実態の法定まで求めてます。実態の適正違反ということで31条違反って言えなくもないけど、無理ですよね。そしたら14条じゃないですか。国籍法違憲判決、14条以外で構成できますか。ちょっと難しそうですね。で、さっきの戻りますけど、第1問、論文問題集の第1問、公務就任権外国人である以上ちょっと難しい。そういう時に平等権ということです。あとは他の人権と構成できるんだけど、判例で言えば本人の努力で克服不可能な場合、これは審査基準が上がりますので平等権でも勝てる場合がある。平等権の審査基準ってすごい緩やかだと思ってください。特殊事情がないと緩やかです。あるいは学説だと公団列挙自由、こんな時に書きます。社会権と、平等権が両方に問題になったとき、丸二があれば平等権の方が勝てるかもしれません。そういうことになってきます。
大丈夫ですか。ちょっとね、難しいことも初めて聞いたことも多いかもしれませんけど、これね、今日ね、全部理解する必要ありません。これね、なんか分かんないことあったら書き留めて、それぞれの人権の箇所出たらちょっと見直してみてください。それでだいぶ違います。じゃあどんどんいきますよ。じゃあ次は、レジュメの26ページの真ん中、カッコ3、請求権です。これ難しい。社会権とか国家賠償請求権なの。でもこれ生存権以外は論証主の論点を書いて当てはめをしてください。それでなんとかいきます。でもし仮に生存権が出題されたら少し書き方にコツがいるので一応ご紹介していきます。生存権はね、難しいんですよ。で、予備校の回答でもお恥ずかしながら間違ってることもあります。私もレックの回答ね、何度も直したことあります、答練とか。で、27ページいってください。丸1番、まず当該立法あるいは行政行為が最低限度の生活を侵害するものかどうか検討する。憲法25条1項を見てください。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると書いてます。ということは、これまあ他の考え方は学説もあるんだけど、一般的に最低限度を下回らない限り生存権侵害はありません。例えば月100万円補助金もらってる人が95万円になっても普通暮らせますね。だから生存権侵害ではないとされます。あくまで最低限度の生活を下回る状況になったかどうか検討して、それ下回ってから初めて憲法25条1項の問題になります。ということはですよ、現状の日本で生存権侵害が問題になるのは社会権的側面ね、自由権置いといて、それはもう生活保護の切り下げ以外はあまり考えられません。だって他はプラスアルファの問題、より豊かな生活をする問題だからということになります。で、丸2番、ここが大事です。生存権侵害に対して何が言えるかという話です。次に生存権侵害に対して何を主張できるか、生存権の法的性質が問題となる。これ聞いたことありません、ね、あの裁判規範制とか法規範制、あるいは抽象的権利とか、そういう話です。なんか苦手な方も多いですよね。で、ここで当事者の望むことが実現できるか否かでどの説を使うのかが決まります。また当事者の望むことはどの説でも実現できそうな時は次のように考えます。で、一つの考え方、これ堀木訴訟の見解を書いて当てはめをするという考え方です。で、堀木訴訟の見解はね、29ページの真ん中の4、これが堀木訴訟の考え方で、これ知っておいてください。堀木訴訟は立法行為行政行為を問わず、29ページ真ん中あたりね、明らかに裁量権の逸脱乱用があれば違憲となる。これが堀木訴訟の考え方です。で、ここでね、生存権侵害の場合強く意識してほしいのは、立法で人権侵害がある、行政行為で人権侵害があるのかって結構大事なんで意識してください。何言ってんだって話ですね。要するに生活保護法が改正されてもらえなくなった、これは立法行為による侵害です。一方で厚生労働大臣の制定する規則の改正で切り下げになったら、これは行政立法だから行政行為ですね。どっちかになるか、すごい大事になります。じゃあ堀木訴訟はね、そこを区別しなくていいです。明らかに裁量権の逸脱乱用があれば違憲。ではね、皆さんよく知ってる抽象的権利説の話に行きましょう。あるいは抽象的、27ページの真ん中戻ります。27ページの真ん中戻って、あるいは抽象的権利説レベル1を書いて審査基準を書き、その後に当てはめをする。ただし行政法の知識が必要になる、裁量権の逸脱乱用の知識が必要になることもあります。で、生存権の法的性質見ていきます。プログラム規定説です。憲法25条は国の政治的道徳的義務を定めたに過ぎない、なので法的権利ではない、生存権侵害に対し何もできない、これがプログラム規定説ですね。でも今日皆さんせっかく来ていただいたんで、プログラム規定説をもう少し正確に理解しましょう。厚生労働大臣の作った規則の改定によって生活保護が切り下げられました。憲法25条はプログラム規定説だとしましょう。裁判で争うことはできますか？裁判で争うことね、地方裁判所で争うことはできますか？
これね、できるんですよ。って話ですね。いいですか。プログラム規定説の主眼は法的権利ではない。でもこの権利はあくまで憲法上の権利ということです。憲法上の権利ではないと言ってます。逆に言うと行政行為の裁量の逸脱乱用の主張は許されるということです。憲法に関係なくだから。それはね、ぜひ書いておいてください。要するにこのプログラム規定説は憲法上の権利ではないということで、行政上の裁量の逸脱乱用の主張はできます。ただこれは憲法論ではない。裁量の逸脱乱用の主張はできる。だからプログラム規定説ってすごいひどい説って思ってるかもしれないんですけど、そう、意外とそうじゃないんですよ。いやいや、憲法上の権利ではないよ。でも厚生労働大臣の裁量権の逸脱乱用があれば違法とできる可能性はあるんですね。だから朝日訴訟、堀木訴訟はプログラム規定説を読むこともできるんですよ。あ、ごめん、堀木は違う。朝日訴訟はプログラム規定説を読むこともできる。なぜかというと行政上の裁量の逸脱乱用の主張はできるから、その審査はできるよって言ってる。でちょっと難しくなってきましたね。難しくなってきたけどちょっと重要なんで頑張っていきましょう。でここでぜひ皆さんに知っていただきたいのは、憲法上の権利の主張と法律上の権利の主張は両方考えられるんですけど、これ2階層になってるんですね。でプログラム規定説は法律上の権利かもしれないけど憲法上の権利ではないんだっていう主張です。でこの2階層をはっきり区別してください。で憲法である以上やっぱり憲法上の権利のレベルで基本的には論じていきます。ここまでよろしいでしょうか。ただもちろんプログラム規定説に至っちゃうとこっちで論じていくしかないということです。じゃあね、皆さんおそらく司法試験受ける方が多いんでもうちょっと深めていきましょう。これって実務上の実益は何ですか。憲法上の権利なのか法律上の権利なのか。実務上の実益、民事訴訟法を引いてください。民事訴訟法のね、絶対的上告理由のところを見ます。312条1項、民事訴訟法312条1項、これは民訴の当然担当では出ますよね。上告は判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときにすることができる。で今は法令違反っていうのは、一般的な法令違反は上告理由になってないんですよね、民訴では。ということはこれは最高裁までいけるかどうかってところで実務上の実益もある議論なんです。これぜひね、予備試験受けるって方はそのレベルまで結びつけて考えておいてください。すっごい脱線するけど、なんか係争でこういう議論あったの覚えてません？なんか係争上の権利にとどまるのか憲法上の権利なのか議論はありますよね。あれもこれ、この話です。最高裁までいけるかどうかの話です。で脱線しましたけど、プログラム規定説は憲法上の権利じゃないけど行政上の裁量の逸脱乱用の主張はできるってことです。じゃあ次いきます。抽象的権利説、これ今日ぜひ理解して書いてください。なぜかというと誤解されている方が非常に多いからです。憲法25条1項の権利の具体的内容は憲法ではなく個々の法律に書かれている、そこでこれを抽象的権利とする見解があります。で実は3つのレベルに分かれて、このレベル1、憲法適合請求権って言葉は知らなくていいんだけど、これが一般的に言う抽象的権利説であります。
これは具体的な法律の解釈にあたり憲法25条1項に適合するような解釈を請求する権利、これを言います。あれって思った方いらっしゃいますよね。よくある基本書とか予備校のテキストのフレーズはこれです。具体的な法律の定めがあれば権利を主張できる、こう書いてると思います。でも具体的な法律の定めがなければ何もできない、その意味はこれなんですよ。ぜひこれ押さえてください。法律があったらその法律の解釈にあたり憲法25条1項を使えるよって意味なんです。なので直接憲法25条に基づく救済をすることはできないが、立法により具体化されていれば裁判所に救済を求めることができるということになります。どういうことかというと、例、生活保護法25条2項はこう書いています。保護の実施機関は常に被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要と、で28ページ行ってください。すると認めるときは速やかに職権を持ってその決定を行い…以下略って書いてますね。ということは保護費の減額の判断をする裁量権の行使にあたっては憲法25条1項の趣旨に重きを置いて厳格に判断しなければならない、まあ、こんな感じで書いていきます。で、一番オーソドックスな説で私人間効力の間接適用説にも結構似ています。でね、ちょっとここで混乱してきた方もいるんで、よくある受験生の間違ってる答案を示しますね。こんな感じです。生活保護法で、生保って書きますよ、生活保護法で保護費切り下げ、これね、間違いね、間違った答案例ね。生活保護法で保護費切り下げがありました。で、この受験生は抽象的権利説を書いて、ただし生活保護法という具体的な法律ができた、だから権利主張可能、まあここまではいいですよ。抽象的権利説だ、でも生活保護という具体的な法律ができたから憲法25条1項を主張することが可能なんで、ここまではあってです。で、それからちょっと飛ばしますよ。いろいろあって生保は違憲、こういう答案が結構見られますので皆さん書かないでくださいよ。何が間違いなんでしょうか。これね、最後間違いなんですね。抽象的権利説では法令違憲を導くことは絶対にできません。なぜか、これは具体的法律があれば権利主張可の意味が違うんですよ。具体的法律があれば権利主張可っていうのはその生活保護法の解釈にあたって憲法を使いますってだけなんですよ。生活保護法自体を殺すことはできないんです。だっておかしいじゃないですか。生活保護法という具体的法律があって権利主張可能で生活保護法を殺してしまって矛盾してません？できないんですよ、これは。だからこれ覚えておいてください。この抽象的権利説の特にレベル1は立法の攻撃はできないんです。あくまで行政処分とか行政立法とかの攻撃しかできない。それすごいポイントで、よく間違ってる人がいるのでこれ注意してくださいね。憲法適合請求権という説は立法の攻撃ができない、法令違憲の主張ができないです。これなので法令違憲の主張したい場合は別の説を使わなければならないということになります。いいでしょうか。
で他の説はいっぱいあってこれものすごい難しいんで今日はご紹介しませんけど、もう一個だけもし論文に出たら知っておいた方がいい説があります。29ページです。29ページで上から 1,2,3,4,5 具体的権利説、言葉通りの具体的権利説、これ何かというと憲法25条1項に基づいてお金の請求ができる、給付請求ができるという話です。これ健康で文化的な最低限度の生活は社会通念に従えば憲法上確定できる。で仮に生存権実現立法が存在しなかったり給付が過小であるならばそれは健康で文化的な最低限度の生活の不作為による制約である、まあ、したがって立法不作為の違憲確認のみならず具体的な給付まで請求できる。で結局のところ生存権ってクライアントの依頼によってどの説使うか考えなきゃいけない。クライアントがどうしてもお金請求したいんですって言ったらこの説取らなきゃいけないかもしれない。そうじゃなくて保護費の減額を行政行為でされましただったらその減額の新しい行政立法が無効だっていうだけだからこの27ページのこれで済むかもしれないし、それはケースバイケースになってきます。で生存権難しいんで今すぐ理解できる必要はありません。ただ今日やってほしいのはこの抽象的権利って意味誤解してた方はぜひね正確に押さえ直してください。でまだイメージ湧かない方もいるのでもうちょっとだけダメ出しておきますね。抽象的権利ってどういうことなのかというと例えば憲法で平和的生存権ってありますね。全文に書いてる。で平和的生存権も抽象的権利だと言われてます。なぜか簡単に言うと要件と効果が書いてないからです。法律って2通りあって要件効果が書いてる条項、これ民法94条1項とかですね、通謀虚偽表示は無効、要件効果が書いてる法律がほとんどです。で例えばね憲法21条も引いてください。21条1項集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。で憲法の場合抽象的だからこれ要件効果書いてないように一見見えます。しかしながら憲法21条っていうのは、例えばねもう読まなくていいんですけど憲法98条とか合わせて読むと表現の自由を侵害する立法は無効であるって要件効果を読み取れる条文なんですね。これはで要件効果を読み取れる条文は具体的権利と言います。一方抽象的権利って何かというとどう考えても要件効果を読み取れない。それは何に使えるかというと他の条文の解釈に使えるという意味です。教育基本法1条とか抽象的な法律いっぱいありますけど、他の条文に解釈に使える、それがこの抽象的権利の意味になります。まあ、初めての方も多いんでちょっとくどく解説しました。いいでしょうか。じゃ次ですね、29ページ人権総論の話、中ほどですね、公務員在官者の人権は後でやります。で私人間効力です。でこれ事例問題ではまず出題されないと思うがっていうのをこれすみません消してください。これ公務員試験用にやったので司法試験では出題されることがあります。万が一出題されたらまず私人間効力の論証を書いて90条や709条等を憲法の価値に重きを置いて解釈する。でも具体的に見ちゃいましょう。29ページ下から4行目例、男65歳女60歳の定年制を設ける企業 Y と女性 X が雇用契約をした。まあ明らかに定年制の年齢が違う、まあ今だったらもう大問題になるでしょうね。でこれ企業 Y だから私人間効力の論証を書きますね。間接的応接だという論証を書いて、では XY 間の雇用契約が90条に違反すると言えるかって書いて30ページ、この点憲法14条1項が性別による差別を禁じている。そして性別による差別は民主主義の理念の下では本来許されない差別であるので、公序良俗の違反の推定が働き契約が有効か否かは厳格に審査しなければならない。でいろんな書き方あるんですけど一番ね簡単な書き方は審査基準使っちゃう。審査基準ってもともとね法令違憲のために編み出されたものなんですけど他の判断に使っちゃいけないってルールはないんですよ。だから正式ではないかもしれないけど区別の目的がやむにやまれるものでっていう違憲審査基準を入れ込んでやる。目的達成に当該区別が必要不可欠で区別の程度が必要最小限度の場合のみ契約が有効で当てはめをしっかり書く。
これ判例から引っ張りました。区別の目的は賃金と労働能率の不均衡を解消するため、やむにやまれるものと言えるかもしれない。しかし男女別定年制を設けた理由は、女子従業員はおおむね単純業務に従事するから短期間で労働能率が頂点に達してそれ以降向上しないのに、あ、これ気分悪くされないでください。これ判例が言ってるものをそのまま抜き出しました。年功序列型賃金体系のため賃金が上昇するから、賃金と労働能率の不均衡が男子より早期に生じそれを防ぐためというが、これ要するに被告代理人の主張ね、かような事実は存在しないため、このような区別は不要だから90条違反、まあ、こんな感じで書いていくということです。じゃあ次ですね、統治の事例問題です。で、統治の事例問題は実質的に一行問題であることが多いです。なので書き方というよりはどっちかというと中身を知ってれば書けます。で、統治に関しては論証に書いていることを最低限抑えるようにしてください。そうするとみんな統治手薄なので普通に点数が取れます。あとこれ気をつけてくださいね、人権と統治の融合、これ人権メインの問題でも統治を聞いてくることがあります。これ結構あります。で、以下のパターンが出やすいです。丸1番、人権を制約する条例がある、気をつけてくださいね。これ個別の人権の問題、憲法21条1項みたいなものを書いて、あと条例の法律の範囲内か否かって問題を書きます。で、これも多い、人権を制約する命令がある、命令ってのは大臣が作ったね、行政立法ね。これも個別の人権の問題と、さらに委任立法の可否と委任立法の限界、こんなのを書きます。で、1と2が非常に出やすいです。で、あとは丸3、こんなのも出たりします。国政調査権の行使で国民の人権を侵害で、国政調査権の法的性質と個別の人権の問題です。あと当たり前すぎて書かなかったんですけど、人権にプラスして司法権の論点は普通に出ます。法律上の訴訟とか部分社会の法理とか、それはもっともっと出ます。そんなのも気をつけておいてください。よろしいでしょうか。じゃあ次、31ページは憲法論述の対策方法学習法で、そんなに大したこと書いてないので、暇なところに見ておいてく、暇な時に見ておいてください。ただちょっとだけね、31ページのほぐすって書いてますけど、これね、検閲の定義これですよね。検閲とは行政権が主体となって思想内容などの表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として対象とされる一定の表現物につき、網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものを発表を禁止することと言います。で、人間ってのは不思議なことで、このままだと覚えにくいんですけど、こういうふうに4つに分けると意外と覚えやすかったりするんですね。4つに分けて1個ずつ覚えていくと。なのでそういうのも活用してください。あとこれね、私もね、丸1行政権がしたい、丸2発表の禁止を目的、丸3発表前の内容審査、丸4不適当と認めるものの発表禁止と、そのまま丸1から丸4って番号をつけて論文に私は書きます。なぜかというと当てはめがしやすいんです。丸1の行政権がしたいってところの当てはめに丸1なんちゃらなんちゃらって書くと、規範と当てはめが対応していると自動的に示せるんですね。という意味でこういうふうに丸1とかつけるのは有用です。まあ、ちょっとしたテクニックの話になります。はい、それではですね、ここでちょっと切りがいいので10分間休憩いたします。お疲れ様でした。後半始めていきます。で、後半からはですね、実際に問題集を使って、事例を見ていきたいと思います。ただこの問題集はですね、まあ後ろに予備試験の問題はついてるんですけど、その予備試験の問題以外は旧司法試験の問題とか、まあ、ロースクール入試の問題とか、あとはオリジナル問題になります。で、さっき論述の書き方でやって書き方は本当に司法試験とか予備試験の本番用の書き方です。で、そこまで使わなくても書ける問題とか旧司型の問題が最初は多くね、これ入ってます。なので、書き方通りにいかない問題もいっぱいあるんですけど、これどちらかというと問題見て、解答例見て慣れるってことと、あとパーツ、要するに本番の論文に使うようなフレーズとか使える当てはめの仕方とかをどっちかというと学んでいくということになります。じゃあ早速見ていきましょう。さっき少しやった第1問です。で、これあれですよね、管理職選考試験を受ける権利が侵害されてるって話ですね。で、私の筋と回答例若干違うんですけど、もう回答例見ちゃいましょう。
で、これ回答例はあくまで一つの回答例です。この通り書かなくてももちろん正解だし、全然違う書き方もあります。一つの回答例として見てください。なので逆に司法試験の勉強でよくあるんですけど、回答例あったら自分だったらこう書くなのか直しながら読んでいくというやり方もあります。見ていきましょう。河野受験申込書の受け取りを外国人であることを理由に拒否した X 県の処分は国籍を理由として差別であって平等原則に反し違憲とならないかと論じています。で、この問題は短い問題なんで明らかではありません。本番の予備試験とか司法試験だと規則があって、この規則に基づいて受け取りを拒否したとかしっかり書いてます。で、今回何も書いてないので想像で受け取りを拒否した処分が憲法違反だってやり方と、おそらくその処分の前提には規則があるから、その県の規則自体が憲法違反であるって書き方と2つあります。それはどちらでも構いません。今回はじゃあ今回、この回答例は処分になってます。で、国籍を理由とした差別で平等原則違反ではないかということです。で、2番、ここねあっさり書いてます。まず平等原則は実体的権利を問題とすることのない相関的な権利であるから、その性質上当然に外国人にも適用があると解する。で、外国人の人権はこのように 2,3 行であっさり書いてください。大展開するような論点ではありません。まあ、性質上外国人も適用可能だということです。で、この理由付けをいまいち分かんないんですけど、まあ相対的な権利だから、A さんと B さんの間の権利だからということでしょうね。では本文の X 権の処分は平等原則に反するか。で、まず平等とは各人の自律的実質的差異を無視するわけにはいかないから、合理的区別を許容する相対的平等を意味すると解すべきである。まず平等の意味、絶対的平等か相対的平等かという問題があって、理由を簡単につけてここで相対的平等だと言っています。で、論文の勉強を初めての方ね、ちょっとコメントしておきます。例えばですね、論証集をお持ちの方は、23ページ見てください。まあ、お持ちじゃない方はモニターに映すんで見ていただければいいんですけど、23ページ法の下の平等ってあります。論点1、問題提起。14条1項は法の下の平等を保障しているが、その保障内容が明らかでないため、これをいかに解すべきかが問題となるということです。で、論証1番、法の下の意味。法文を形式的機械的に解釈すれば、法を執行し適用する行政権、司法権が国民を差別してはならないという法適用の平等のみを意味するように見える。しかし14条1項は個人の尊重の理念を基礎に置く規定であるところ、不平等な内容の法を平等に適用しても個人の尊重は貫徹できないから、法の下とは法内容の平等までも含むと解すべきである。まあ、これ自体は正しいことを書いています。で、今回問題になっているのは2番ですね。平等の意味、14条1項は個人の尊重の理念に由来する。そうであれば14条1項は個々人の自律上の差異を前提にした上で、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取り扱いを禁止する趣旨であると解するべきである。故に合理的な区別は許容される。相対的平等説です。これ自体は正しいんです。そして憲法も他の科目もそうですけど、論証は書けるようにしないと論文は書けませんので、論証は書けるようにしましょう。ただその一方でこの論証長いですよね。長い論証をそのまま書くと時間がいくらあっても足りません。そこで論証を短く書く訓練っていうのを当連とかでしていかなきゃいけないんです。実際さっきの平等のところを見ると、これね、論証では5行ぐらいあったのが3行ぐらいですね。この簡単に一言理由付けをして、結論合理的区別を許容する相対的平等を意味する、簡単な理由結論できています。このように論証を短く書く訓練もしていってください。で、そういう時にどう訓練すればいいかわからないという方は、この短く書き方、これいい書き方だと思います。こういったうまい書き方を真似てください。真似ていった方が効率がいいです。いいでしょうか。で、違憲審査基準も実はこれです。判例の違憲審査基準は合理的区別か否かなので、これが基準になります。で、括弧に、そうすると X 県が職員に採用した在留外国人の処遇につき合理的な理由に基づいて、
日本国民と異なる取り扱いをすることまで許されないとするものではない。したがってそのような取り扱いは合理的理由に基づくものである限り憲法14条1項に違反するものではないと書いてます。でここでね、ちょっとコメントしておきますと、この部分読んでいりますか。なんか同じことを繰り返してません。でこのね、予備校の回答例って、まあ、時間も作成者あるし、これ私作ってないんですけど、時間もあるし紙面もいっぱいあるからだらだら書くんですよ。でも覚えておいてください。予備試験、司法試験、ロースクールもそうだけど、受かりたい場合は同じことは2回書かない。必要なこと書けなくなっちゃうから。なのでここもカットでいいですよね、カッコに。だってもう書いてるから、ここに。だからこんなの消してやって、いきなりこれもう消してやって大丈夫です。いきなりそうしてこっちに行きましょう。同じこと2回書かない、繰り返さない、これぜひ覚えておいてください。そんな時間があるなら当てはめを充実させた方が圧倒的に点数がきます。じゃあ次ですね。でこの方は、この問われの方は判例を意識して書いてるんで、そして地方公務員のうち住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定すると公権力の行使にあたる行為を行い、もしくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれらに参加することを職務とするものについては、次のように解すべきである。でまあこれ判例の言い回しなんだから、この概念を入れてやるってことですね。でこれもでもなんか唐突すぎますよね。唐突すぎるんで、もっと良くしたらどうしましょう。このね、もっと良くしたらどうなるかっていうのを考えるのもいい勉強です。例えばですよ、 X さん管理職になりたかったんだから、管理職はこうこうこうだって書いた方がいいですね。まず管理職はこういうもので、次のように返すべきであるってした方がなんか唐突じゃないですね。なのでそして地方公務員のうち、ここに管理職はって入れてありましょう。管理職はって書いてあげましょう。管理職は地方公務員のうち管理職はってここに入れてあって、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定すると公権力の行使に当たる行為を行い、もしくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、またはこれらに参画することを職務とするものでについてを消して、であるがにしましょう。であるが次のように返すべきである。これぐらいだとつながりがいいですよね。文章の流れっていうのも絶対、よくしてください。であるが次のように返すべきである、こんな感じで書いていきましょう。じゃあすなわち、公権力行使と地方公務員の職務を遂行は、住民の生活に直接間接に重大な関わり合いを有するものである。それゆえ国民主権原理に照らし、原則として、日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されていると見るべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない。まあ言いたいことわかるんですけど、ここもねちょっといけてないんですよね。例えば皆さんがね、仮にこの答案書いたとして、私は添削したらこう言いますよ。国民主権原理と地方公務員関係あるんですか？パッと見たら関係ないような気がしますよね。そこでじゃあこの答案どうなんしましょうか。これ大事ですよ。だって国民主権原理とつながりつけないと、この判例は確かに正当化できない。でも国民主権原理と地方公務員ってちょっと距離がありますよね。だからその間をなんかでっち上げでいいんですよ。でっち上げて埋めていかなきゃいけない。これが論文に必要な力なんですね。例えばですよ、例えばこういうのはどうでしょうか。憲法94条、こういうのが現場思考をね鍛える、話になります。地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。法律の範囲内で縛りがあるから、これをキーに国民主権と結びつけていく、なんかできそうですよね。そういったでっち上げをできると、まあこれ人権なんだけど、統治なんかはすごい書けるようになります。で例えばこんな感じで書いていったらどうでしょうか。地方公共団体の条例も
法律の範囲内で、される以上、でこれ完全にでっち上げですよ。論理的に本当に厳密につながってるか置いといて、何かつながりをつけてやらなきゃいけない。される以上、地方自治においても、国民主権原理を考慮しなければならない。こんな感じで書いてやればいいですね。地方公共団体の条例も法律の範囲内で制定される以上、地方自治においても国民主権原理を考慮しなければならない。で、果たして本当にこれでつながっているのかは若干微妙なんで、考慮しなければならないぐらいに抑えてあります。で、これをね、ここに入れてください。それゆえの前、それゆえの前です。ここに入れてください。それゆえの前に、これを入れてください。で、一方か、すなわち重大な関わりを有するものである。一方、地方公共団体の条例も法律の範囲内で制定される以上、地方自治においても国民主権原理を考慮しなければならない。それゆえ国民主権原理に照らしってつなげてください。原則として日本の国籍を有するものが公権力行使等地方公務員に就任することが想定されていると見るべきであり、外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない。まあ、そんな感じでつなげてやります。いいでしょうか。じゃあ続きですね。で、ここの E から見ましょう。そして普通地方公共団体が公務員制度を構築するにあたって、公権力行使等地方公務員の職とこれに承認するのに必要な職務経験を積むために経るべき職と包含する一体的な管理職の任用制度を構築して、人事の適当な運用を図ることもその判断により行うことができる。そうすると普通地方公共団体が上記制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に就任することができることとする措置を取ることは、合理的理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員と区別するものであり、上記の措置は14条1項に違反するものではない。まあ、こんな感じになってます。で、これは判例を覚えている人の書き方です。で、たまにいます、これぐらい覚えている人で。もしこれぐらい覚えるの得意だよっていう人はこんな感じで書いてあっても構いません。でも私はこんなのできませんでした、受験生時代。なので判例使わないやり方はね、ちょっと次の問題で見ます。で、本問において校が受験しようとした管理職選考試験で5ページ目にかかる地方公務員は、住民の権利義務や法的地位の内容を定め、あるいはこれらに事実上大きな影響を及ぼすものであるから当てはめです。公権力行使と地方公務員に当たる。そしてもうあんまり読みませんけど、一体的な管理職の任用制度だから合憲だと書いてあります。よろしいでしょうか。で、この回答例は判例を正面から使うとこんなものになるんだと、思っておいてください。で、判例を正面からね、ここまで覚えられる方ってのはなかなかいないので、そういった方はどちらかというと6ページ、こっちの問題、似たような問題なんですけど、こっちの回答例の方が参考になります。これ9紙なんですけど、A 紙では条例で市職員の採用にあたり日本国籍を有することを要件としている、この条例の憲法上の問題点について、市議会議員の選挙権が法律で、日本国籍を有するものに限定されていることと対比しつつ論ぜよという問題です。で、これは正面から公務就任権が問題になりますね。で、公務就任権の市職員と市議会議員をこれ対比させて論じるという問題です。で、さっきやった通り公務就任権のほかに、まあ、平等権も問題になる可能性はあります。公務就任権と平等権、これを対比する論ぜよという問題です。ただこの回答例はね、さっき平等権やったんで、今回は公務就任権だけで見ていく回答例になってます。で、これはもういきなり回答例見ちゃいましょう。第一、外国人に保障される人権について。1番、
本門の条例は英職員の採用にあたり日本国籍を有することを要件としている。そこで本門の条例は外国人の公務就任権及び職業選択の自由を不当に制限するものとして違憲であるかが問題になる。で、公務員になる権利は公務就任権15条1項だって考える説が一般的です。これは議会の議員も一般職も分けないで15条1項とするのが一般的です。ただ説によっては議会の議員と一般職の公務って違いますよね。例えば一般職の公務員になる自由は職業選択の自由だって学説もあります。だからこれは並列して書いてるんでしょう。ただ通説に従うなら15条1項だけで論じていっても構いません。じゃあ次いきますね。まず外国人が人権共有主体となるから、これそもそも論です。これあっさり書いてください。この3行ぐらいがいいです。人権が全国家的性格を有することや国際協調主義から外国人も人権共有主体になりうる。これは3行ぐらいであっさり書く。で3の括弧1、そうであるとしてもいかなる人権が外国人に保障されるかです。で性質説を書きます。前述の人権の全国家的性格からすれば基本的人権の保障はここですね。まあ覚えてない人はマークしておいてください。権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き外国人にも等しく及ぶものと解する性質説、これになります。でこの性質説はこれ変わることないですよね。おそらく性質説から文言説に変わることがないので今回の問題違いますよ。たとえ対立点を作る原告の主張被告の反論型の問題でもさすがにこういうところで対立点は作らないでください。これ動きようがないです。性質説、文言説って大丈夫ですかね。文言説っていうのは一応解説しておきますと憲法のね、例えば13条みたいに全て国民はって書いてるのは外国人も認められて、そうじゃないのは認め、全て国民はって書いてるのは外国人には認められないとかそういう説ですね。そういう説もかってあったんですけど今は採用されてないということです。気になる方はテキスト見ておいてください。じゃあ括弧2番、本門の条例は外国人の公務就任権及び職業選択の自由を制約している。でこの点職業選択の自由は自由権的性質を有することからすれば権利の性質上外国人にも保障される。まあそうですね。で最も職業として公務員を選択するにあたっては国民主権の原理からの制限が伴うことから市職員への採用の可否については外国人に公務就任権が認められるかどうかを検討すべきであると言える。そしてこの点については公務就任権の参政権的性質から争いがある、ということになっております。でこれちょっと次見ますね。括弧3でここで同じく参政権の一つである選挙権についてはこれ対しろって言われてるから本門の法律は市議会議員の選挙における外国人の選挙権を制約しているが15条1項は国民の権利として選挙権を定めており国民主権の原理からも選挙権は日本国籍を有する者に保障されていることが明らかである。そして地方議会での決議は国政にも影響を与えることから地方レベルの選挙権も国政レベルと同様に考えるべきである。したがって選挙権は権利の性質上日本国籍を有する者のみに保障されるので外国人には保障されない。でちょっとねここでね混乱してきた方もいるんでちょっと止めますね。でこの答案ね若干私が不満なのは権利として認められるかと制約が許されるかの問題ちょっとね混同してる節がありますこの回答で。でぜひ皆さんこれ分けてください。でまず外国人の選挙権地方選挙権ね、外国人の地方選挙権について確認しましょう。外国人の地方選挙権は憲法上認められるでしょうか。これ3つ説があります。まず1つ目禁止説、与えたら違憲だ。
許容説、立法政策の問題だ。要請説、与えないといけんだっていう、この3つの説があります。禁止説は与えてしまうと憲法違反で、丸に許容説は立法政策の問題、すなわち法律で定めると与えることができる、法律で決められてないと与えない、憲法は関係ないよって話です。丸三の要請説は外国人に選挙権を与えないと憲法違反になる、この3つの説が大きく分けてあります。よろしいでしょうか。で、通説はどっちかというと許容説が通説なんですけど、この答案例は禁止説に立っております。答案例、ただ禁止説のロジックはそもそも権利がない、憲法上権利がないです。権利があって制約されているのではありません。そもそも権利がない、これ国民主権原理からです。なので権利が制約されているのではなくて、そもそも権利がないと書いてください。いいでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。次はですね、選挙権の話は終わったら括弧4ですね。これに対し地方自治体における公務就任権については別位に考えることができる。ですなわち、市議会議員には条例の制定など住民の権利義務を直接形成する権能が認められるのに対し、地方自治体における公務員には機械的補助的な国民の権利義務と関わらない業務を行うに過ぎないものも存在する。とすれば外国人にも職業選択の自由の一種として地方自治体における公務員就任権が認められると解すべきである。でここの部分もちょっと分かりにくい。もっと分かりやすくするためにどうしたらいいかというと、多分ねこの回答で作った人は一般職と市議会議員分けたいんですよ。まあ分かりますよね。一般職と市議会議員分けたいってことは括弧4をこう直しましょう。これに対し地方自治体における公務就任権についてはここ一般職に限りっていうのを足しましょう。一般職に限り、要するに政治家とかじゃなくて一般職に限り別に考えることができるというのを足しましょう。一般職に限り、すなわち市議会議員や条例の制定など住民の権利義務を直接形成する権能が認められるものに対し、地方自治体における公務員には機械的補助的な国民権利義務と関わらない業務を行うに過ぎないものも存在する。これが後者が一般職ですね。とすればここも後者に限りと足しましょう。後者に限り外国人も職業選択の自由の一種として地方自治体における公務就任権が認められると解すべきであるということになります。9ページいきましょう。そして本文の条例は外国人が永職員になることを禁じており、かかる権利を制約しているということになります。でちょっと ここでコメントです。権利の制約原理っていうのは何でしょうか。
まあ、公共の福祉ですね。一つは公共の福祉なんですけど、この回答例はなんかね、ちょっと8ページに戻りますよ。ここの8ページの上、最も職業として公務員が選択するにあたっては国民主権の原理から制限が伴うとも書いてます。どっちなんでしょうかね、これ。で、話若干脱線しますけど、これも大事なお話なんでさせていただきます。人権制約原理は一つではないという話です。何を言ってんでしょうね。人権制約原理、でまず人権制約原理としてよく習うのは公共の福祉ですよね。公共の福祉が人権制約原理であることは疑いようがありません。公共の福祉、これ一つあります。じゃあ他に人権制約原理を挙げてください。分かんないって人は人権制約原理っていうテキストの項目に何が書いてあったかを思い出してください。公共の福祉以外に何かありません？一つは特別権力関係で多分書いてあったと思うんですよ。で、特別権力関係論は別に採用されてないんですけど、公務員の人権とか在官者の人権って項目はありますよね。だから実は公務員であることっていうのは人権制約原理なんです。で、ここちょっと大事なんでもう少しコメントしておきます。公務員であることが人権制約原理って何かというと、公務員も一般国民と同様に公共の福祉によって人権の制約を受けます。しかしながら一般国民よりも一般国民以上に人権制約されてますよね。例えば政治活動の自由。だから公務員の人権というのは一般国民と同様に公共の福祉による制約を受けるけどさらに上乗せで、なんで人権制限こんなにされるんだって話が公務員の人権っていう話です。公共の福祉以上に制約を受けてるからこの項目があるっていうのは意識しておいてください。同様に在官者であること、こんなのもそうですね。じゃあ1個問題出しますね。刑務所にいる人は移動の自由がありません。移動の自由って日本国憲法で保障されてますよね。移住の自由もない。なんででしょうか。これは公共の福祉による制約って書いてしまうとちょっと違うんですよ。だってみんな移動の自由あるもん。だからそれは在官者であることを制約原理として掲げないと正当化されないということになります。あとはパターナリスティックな制約とか、いろいろありますよね。で、このように公共の福祉以上の制約を基礎づける原理がいろいろあるんだってのは知っておいてください。で、そこの一つにこの答案例は国民主権原理を挙げてるんです。国民主権原理があるから制約をされ強く制約されるんだってのを挙げています。で、一般に国民主権原理ここに上がってこないんですけど、まあ間違いではないでしょう。よろしいでしょうか。じゃあ次9ページですね。で、まあ国民主権原理で制約されるとして、第2制約の正当化について。1、職業は分業社会で重要な機能を果たし、また個人の人格的価値と不可分の関連を有するから職業選択の自由は保護すべき重要な人権である。で、ここでちょっとコメントしておきます。職業選択の自由は二重の基準論でいうと、たまにこういう人がいます。表現の自由よりも価値が低いんだ、これ書いてもいいんですよ。でも今のこれ流行とかトレンドは職業選択の自由も大事だよね。でも制約の必要性も強いから表現の自由より強く制約されるんだぐらいのニュアンスが多いです。なので、まあこんな感じのフレーズ、人格的価値と不可分の関連を有する、これね、薬事法の距離制限の判決のフレーズになります。職業選択の自由は保護すべき重要な人権である。まず人権の性質として重要だよって挙げてあげます。
他方訪問条例は日本国籍の有無という本人の能力とは関係しない要件による制限を設けており、強度の制約だよ。あ、いいですね。人権の性質と制約の対応から違憲審査基準を導く。制約の可否は目的が重要であり、手段との間に実質的関連性が認められるかどうかによって判断すべきだ。これ典型的な自由権侵害のパターンです。これぜひね、こんな感じで書けるようにしてください。いいでしょうか。じゃあ次、当てはめです。2の括弧1番、本門条例の制定目的は市の行政活動において国民主権原理の実現を図るものといえ、民主主義の重要性に鑑みれば目的は重要である。なんか分かるような分かんないような感じですね。でもこの程度で結構です。あの、目的が重要か必要不可欠かっていうのはすっごい書きにくいんで、何か一言書いて目的が重要とか言ってください。で、手段です。で、あ、まず地方自治においては国民主権原理のほかに住民自治の観点から当該地方自治体と深い関係を有するものに公務を行わせることが合理的と言える。まあそうでしょう。そして外国人の中にも特別永住者のように当該地方自治体との間で日本人と変わらない程度に関係を有するものも存在する。これいいですよね。あの、事情で特別永住者みたいにずっと日本に住んでる人もいるんだ。で、いい。さらに上述のように公務の中にも管理職とは異なり機械的補助的公務を行う、国民の権利義務の形成がほぼ認められないものが存在するとすれば、公権力行使と地方公務員について国籍要件を合憲とした判例の立場からしても、一切の公務員について国籍を要件とすることは合理性を有しない。で、う、これはそもそも人権として保障されない選挙権の制限についてすら法律という形式でなされているのであるから、人権として保障される地方公務員の就任権については条例という形式ではなく法律によるべきであるという観点からも妥当と言える。で、これはね、私よく分からないです。あの、分かるようで分かんない。条例による人権制限でもあるんでよく分かんないですけど、まあ、したがって手段との間に実質的関連性は認められない。で、あと E は非常にいい感じです。当てはめで挙げるような要素はあと E になります。特別永住者みたいな人もいるんだ、いろんな公務もあるんだ、一律に制限することは実質的関連性は認められない、そういったロジックになります。よろしいでしょうか。で、憲法の答案2つ見ましたけど、結構曖昧なところもありますね。で、これ人によってね、やっぱ曖昧なところも多いんです。だからこの回答例通りに書かなきゃいけないと思わないでください。この回答例でいいところ、いいフレーズを自分が真似るんだって意識で言っていただいた方がいいと思います。じゃあ次、第3問いきましょう。あ、そうだ、問題ごとのランクをつけておきますね。第1問が B ランクで、第2問が B プラスランクです。で、なんで第2問が B プラスかというと、回答例の方が多分第2問が参考になるので B プラスにしてます。では第3問見ていきましょう。有名大学に所属する女子学生 X は語学力だけでなく学業成績も優秀な上、自己の正義感から政府の方針と異なるある平和活動 NPO に所属し積極的に活動していた。就職にあたって親の要望に従い世界的に著名な大企業 Y 社の採用試験を受けたが不採用となった。Y 社は新卒学生の採用にあたって語学力、知的能力、社会性、人格的信頼性、将来性などのほかに学生時代に反政府的な政治活動をしていないこと、また女性よりは男性を優先的に採用すべきことという部外秘の内部方針をとっていた。で、これね、問題文今回短いからいいんですけど、司法試験とか予備試験長いです。なので問題文読みながらもチェックしていってください。で、ここで人権と引っかかりそうなのは特にここですよね。反社会的な政治活動っていうことと女性よりは男性を優先的に採用すべき、この2つが怪しいですよね。で、今のうちにチェックすると Y 社、これ民間です。あ、だから私人間効力の問題になりそうだなっていうのも意識しておいてください。国ではないです。で、 X は、その後同じ大学で Y 社の内定を取った男子学生 A から Y 社の上記内部採用方針を聞き、そのために不採用となったと考え人権侵害で Y 社を訴えた。なお X は A よりも成績が上位であることは明らかであった。以上の事例において X はいかなる憲法的主張を行うことができるか、またその主張に関し憲法学上どのように判断すべきかを論ぜよということになります。で、これは X の主張を書きなさい、で、その判断を書きなさいということで、若干司法試験型の問題に近いタイプになっています。いいでしょうか。
で、これはもちろん私人間効力の問題になってきますよね。で、私人間効力の問題なんですけど、まあちょっと憲法を置いといて、民法で何条で請求しますこれ。まあ普通に考えると709条不法行為だ、契約関係にないからねって言ってきます。で、マニアックな人は要するに心理則上のこう関係ができたからとか言うかもしれないけど、そこは憲法のどうでもよくてどっちでもいいです。で、民法709条に不法行為とか違法性の判断にあたって、この人権侵害にしたことが問題になってくるということになります。じゃあこれもね、いきなり回答例見た方が分かりやすいので12ページ見てください。1番、第1、 X の行う憲法主張について。1番、 X は Y 社の内定を得た A よりも成績が上位であったにもかかわらず本門の就職試験で不採用となっている。とすれば X が不採用となった理由は政府の方針と異なる平和活動団体に所属していたこと及び X が女性であることと考えられる。で、ここを認定しています。で、司法試験予備試験において何も根拠がない認定というのは危ないんですけど、まあ、今回の事例ではまあそう考えざるを得ないですね。だからここは認定してやります。じゃあこの2つが理由なんだ。したがってまずX はこれ思想信条に基づき不利益な取り扱いを受けたとし19条に反する、あるいは性別によって不合理な差別的取り扱いを受けたとして14条1項違反、この2つを主張していくということです。で、これ論文問題の人権の時は必ず何条の問題かっていうのを意識してください。今回19条と14条1項以外はなかなか難しい。というのも何でかと言いますと、これね、第3問では明らかでないけど、面接にあたって自分の思想信条を述べたという情報がないんですよ。もし述べて不採用になったら表現の自由という余地はあります。でもないので、まあ思想信条の19条でいいでしょう。あとは14条1項でいいでしょう。じゃあ第2、主張に対する判断について。で、これらの主張に対してどのように判断すべきか。まず Y は私企業であることから憲法上の人権規定の私人間への適用可否が問題となる。確かに私人間相互の社会的力関係の相違から一方が他方に優越し、ちょっと待ってくださいね、画面が動かなくなっちゃったんで少々お待ちください。あ、いいですね、失礼しました。自立上一方の意思に服従せざるを得ない場合があることは否定できず、その場合には私人による人権侵害ということを観念することもできないわけではない。しかしながらそのような関係はあくまで自立上のものであって相対的なものである。また一律に憲法を適用すると私的自治に委ねられた自由な交渉取引が許されないことになる。そこで、人権保障の実質化の要請と私的自治の要請の調和の観点から憲法の人権規定は司法の一般条項の解釈を通じて間接的に適用されるべきである。素晴らしい論証ですね。ただこれね、もうイチャモンつけるわけではないんですけど、これ長く書いて当てはめの時間が十分に取れるんだったらこれぐらい書いてください。でも実はこのフレーズ書くに多分ね5分ぐらいかかると思うんですよ、普通にペンで書くと。なので当てはめの時間取れないなっていう人はここだけでいいんです。本当に時間ないときはここだけ書く。人権保障の実質化の要請と私的自治の要請の調和の観点から憲法の人権規定は司法の一般条項の解釈を通じて間接的に適用されるべきだ。なので確かに以下はこれ省略可能ということですね。ここ省略化、ここ省略してこれだけ書いてもいいです。ここだけね。で、ここ不安になる人もいるので、なんで確かにいいか省略してよいか、理由2つ述べます。1つ目は当てはめに時間を割いた方が点数が跳ねるから。2つ目は間接適用説ってこれから判例変更ありますか。ほぼ確立された判例ですよね。そんなのをこんなに頑張る必要ないですよねっていうことです。なのでこの一言でも理由付けは一言必要、一言理由付けをして、結論を書くということになります。じゃあ2番いきましょう。そこで Y による採用拒否は民法709条の不法行為にあたり、 Y は損害賠償責任を負うのではないか検討する、見ていきましょう。で、憲法は思想信条の自由は法の下の平等を保障すると同時に他方22条29条等において財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由も基本的人権として保障されているから、これマークしましょう。 Y にも営業の自由が認められ、
その一環として Y は採用の自由、雇い入れ拒否の自由、これを有するということになります。判例も触れてますし、これは触れなきゃいけないところです。なぜかというと、私人間効力で一方の思想信条の自由だけ強調するのは、これは不平等ですね。企業側のちゃんと経済的自由も考慮しないとダメ、比較考慮的な話にはなってきます。でまた雇用契約は継続的契約であって、一定の信頼関係に基づくものである。それゆえ Y が自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、一定の信頼関係を築くことができると考えられるものを採用することは、 Y の営業の自由を保障するにあたっては十分に尊重されるべきである。したがって、いかなるものをいかなる条件で雇うかについて原則として自由に決定することができるということになります。で、確かに以下は相手方の反論を先取りして潰していくというところです。なのでこれ主張反論形式では書いた方がいいんですけど、今回はここは省略可能です。確かに起業者は一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあるから、起業者のこの種の行為が労働者の思想信条の自由に対して影響を与える可能性がないとは言えないが、法律に別段の定めがない限り、雇い入れの拒否は起業者の法的に許された行為と解すべきである。でうんぬんかんぬんやって13ページって、したがって Y による雇い入れの拒否が著しく不合理であることが、これマークしましょう、著しく不合理であることが明白でない限り、権利を侵害したと判断することはできない。でこれ私人間効力のうまい書き方です。結局違法性を判断するにあたっては審査基準みたいなのも使ってやると簡単です。明白に不合理でない限り違憲、違法ってのを入れてやります。でその理由としては、雇い入れ側も営業の自由があるから、それを書いていったってわけです。じゃあ当てはめです。著しく不合理かどうか、3の括弧1、まず1、反政府的な政治活動をしていたことについて検討するに、前述の通り雇用契約は継続的な契約であり、信頼関係が重視される。世界的に著名な大企業であり、多数の人間を雇用しているのであるから、雇用する労働者が円滑な組織運営を阻害する恐れがあるか否かという点に大きな関心を抱くことは通常であり、判断にあたって成功思想等を参照することは合理的であると書いてます。でちょっとここでテクニック的なことを申し上げておきます。今読んだところで問題文にあったのはどこでしょうか。ここ世界的に著名な大企業、ここまでは問題に文にありますよね。で多数の人間を雇用している、これは問題文の事実から想像しているところですね。でもこれ想像できそうです。次、雇用する労働者が円滑な組織運営を阻害する恐れがあるか否かという点に大きな関心を抱くことは通常であり、ここの部分は自分で考えて書いてますね。でこのように評価をするためのクッションみたいなところは自分で考える必要があります。でこれを考えられると評価ができるので、すごく点数が伸びます。すぐにはできないと思いますけど、こういうワンクッションはこれ自分で考えるんだ、こういうところがあるというのは知っておいてください。でこれができるとものすごい憲法点数が跳ねます。でまあ皆さん、まあ弁護士か検察官か裁判官か分かりませんけど、弁護士になるとこれね、いつもやるんですよ。要するにこれだけじゃ事実じゃないですか。事実にワンクッションを入れて結論を導く、自分の有利なように、ここは考えていくわけです。でこれはね、いろんな回答例を読んでてうまいなってフレーズを真似てください。まずはじゃあ次ですね。そして反政府的な政治活動をしていたものを円滑な組織運営を阻害する恐れがあるとして不採用とすることは明らかに不合理であるとまでは言えないから権利侵害がない。次に女性であることです。確かに仕事の性質上女性には適正な認められない、仕事もあり、そのような業務を中心に営業している企業にとっては女性であることを不採用の条件とすることは合理性が認められる。しかし Y は世界的に著名な大企業であり、これね、そのような特殊な業務のみをしているとは考えられないし、逆に女性の方が適正である業務を多く抱えている。ここも次にで、このね、仕事の性質上女性には適正の認められない仕事もありっていう部分はこれ自分で考えてますね。これも自分で考えた部分です。でこういうところを自分で考えて書けるようになるとすごい点数が伸びます。で
女性であることをもって不採用の条件としたのは著しく不合理であることが明白であるから権利侵害がある。で、不採用という損害を被ったので、賠償責任を負うということになります。で、あくまで憲法の問題なんで民法709条の要件を細かく検討するとかそういうことをやらなくていいです。ただ私人間効力であることを明らかにするために民法709条の違法性の問題、これが問題になるんだってことぐらいは書いてください。よろしいでしょうか。で、この問題は私人間効力の問題としていい問題なんで A ランクとします。これぜひね書けるようにしてください。ただここでね、こんなの自分で考えつかないよって思った方大丈夫です。予備試験とか司法試験の問題はもっと長くて事情がいっぱいあるのでもうちょっと自分で考えやすい問題にはなってます。あとこの問題は事情が問題文にあまり書いてないので結論はどっちでもいいです。だから女性をどれぐらいね雇ってたのかとかそういったデータが全くないので。で、ちょっとここで話を膨らませて並行企業という話をしておきます。並行企業っていうのは例えば思想的な、偏りといったらあれなんですけど、思想を持ってる企業ってありますよね。右寄りの思想を持ってる新聞社とか左寄りの思想を持ってる新聞社とかそれはありますよね。で、それは全く問題ないわけです。で、右寄りの新聞社が例えば左寄りの人の採用を拒否することはより正当化されますよね。それ一つの事情として出てくるんです。なのでもっと傾向がある企業だったらどうなるかっていうのは頭の片隅に入れておいてください。で、大抵ねこの手の問題は若干傾向があるような企業が出てきます。あとは女性を採用できないような事情がある企業とかそういった特殊事情がある場合はそれをねちゃんと書いていってください。よろしいでしょうか。では次第4問いきます。公立小学校の教員である校がその勤務時間外に自らの身分を明らかにした上で政治集会に参加し外交問題に関する批判等の演説を行ったため法律の規定により懲戒処分を受けた。かかる処分の合憲性について上記行為を行った者が裁判官乙であった場合と比較しつつ論ぜよという問題です。公務員の政治的自由に関する問題で小学校の教員と裁判官乙を分けてあるいは対比させて論じなさいという問題ですね。で、これ何か判例を思い浮かびますかね。寺西判事法事件思い浮かんだ方もいらっしゃるでしょう。寺西判事法事件と事例は同じですか。寺西判事法事件は裁判官である寺西判事法が集会に出席する予定だったけどこうこうこういう理由で出席を取りやめますと言ったことがこれ政治的活動だとか言われた事件ですね。で、今回はダイレクトにもう演説してますので事案はちょっと違うという話にはなってきます。ただ寺西判事法事件なんかも若干頭の片隅に応じて論じていくということになります。ここで公務員の人権なんで論証集の12ページをちょっとだけ確認します。論点4です。すみません、無料体験の方ないかもしれないんですけど、見ていただいたら分かると思うのでそんなに難しい話ではありません。公務員が一般の国民よりも広く人権を制限される根拠はどこに求められるか。問題提起もですね、一般国民よりも強く広く人権を制約される根拠です。公共の福祉の以上の根拠があるからです。これは、公務員の人権制限の根拠は憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることに求められるということになります。ではですね、皆さん、この憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることって何か分かりやすく説明してください。これどういうことでしょうか。これなんでかというと別に論文ではこの通り書いていいですよ。ただ分かってた方がやっぱり深みが出ます論述に。あといざという時に役立つので、これどういうことなんでしょうね。これそんなに難しくなくて、例えば73条の4号を見てください。
法律の定める基準に従い管理、これ公務員ですよね、に関する事務を処理すること。あと15条1個見なくていいけど、15条1個にも公務員って書いてますよね。ということはまず丸1番、憲法は公務員という存在を、想定しているというのが導かれます。これが丸1番ね、憲法は公務員という存在を想定している。で丸2番は条文から離れて一般論です。一般論として公務員というものは特に政治活動なんかを国民以上に制限される存在だ、これ一般論ね。でこの丸一番と丸二を合わせるとこうなります。憲法は公務員の人権制限を想定している。それを難しく言うとこれになるってことです。それぐらいの意味です。でここはあっさり書けるようにしてください。でこれを書いて、じゃあ具体的にどのように人権制限が認められるかということになります。で第4問に関しては短い問題です。で問題となるのは当然21条1項になります。で21条1項をどう制限していくかなので、ちょっと見ていきましょう。これも回答例で見てね、いろいろコメントしていきます。これは見たいところがいっぱいあります。本問では公立小学校の教員である校という公務員が政治集会における外交問題に対する批判等の演説をという政治活動を行ったことを理由として懲戒処分を受けている。でそこで本問懲戒処分、公の政治活動の自由を侵害し違憲とならないか。でつまり人権は公の政治活動の自由で懲戒処分によって侵害を受けている。人権と侵害はありますよね。でまずこれ人権設定から問題になります。これ政治活動の自由認められるのは当たり前と思っている方多いと思うんですけど、憲法の文言に一言も書いてません。で憲法の文言に一言も書いてないものは解釈が必要です。簡単でもいいので、この答案ね非常にいいです。まず政治活動の自由については憲法上明文はないが、明文ないけど表現の自由の一環として21条1項により保障されると解する。まあ、もうちょっと理由つけてもいいですよ。政治的表現にの一環なんだから21条1項により保障される。そして公務員も国民である以上政治活動の自由が保障される。そして人権制約根拠です。で最も政治活動の自由も絶対無制約ではなく公共の福祉に基づく内在的制約に服するし、さらに憲法が公務員関係の存在と自立性を憲法秩序の構成要素として認めていることから、公務員の基本的人権に対しては公務員関係の存在と自立性を確保するための必要最小限度の制約が許される。あ、これねいやらしい答案ですよ。死刑にアピールします。つまり公務員も公共の失礼しました、公務員も公共の福祉により制限人権制約されるっていうのは分かってるんだ、でもさらにプラスアルファで制約をかけるのが公務員関係の存在と自立性なんだって2段階で書いてますね。これ死刑に分かってることをアピールする書き方です。でいやらしいんですけど、私も多分答練でこういう答案来ると高い評価上げちゃうんで非常に効果的だと思います。これはいいでしょうか。でこんな感じで人権制約原理を書いていきます。じゃあ3番、では本問処分は公務員の政治活動の自由に対する必要最小限度の制約といえるか、合憲性判定基準が問題となる。合憲性判定基準でも違憲審査基準でも一緒の意味です。でこの答案例は猿払基準を叩いて自分の基準を立てる。この点判例は猿払事件において、でこの猿払事件の基準は覚えておいてください。これいろんな場面で使います。自分の考え方じゃなくても政府側の考え方として使うことが多いのでこれ覚えましょう。目的が正当、手段と目的の間に合理性関連性、得られる利益が失われる利益に比して重要である場合は公務員の政治活動の禁止の政治活動の自由を禁止することも許されるとすると書いてあります。よろしいでしょうか。でこれ猿払基準っていうのは実は間接的付随的制約に広く使われる基準であります。ちょっと横に書いておいてください。この基準は間接的付随的制約に広く使われます。間接的付随的制約に広く使われるのが猿払基準になります。
よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で、サルフス基準をに叩いてというのは批判して、しかしこのような緩やかな基準では政治活動の自由の制限を広く認めてしまうことになり妥当でないということで、括弧2番に行きます。政治活動の自由は個人の人格を形成発展させ、また民主性の過程を支える非常に重要な権利である。かかる政治活動の自由の重要性に鑑みると、これに対する制約の合憲性は厳格に審査すべきだ。まあ、人権の性質に鑑みて厳格な審査をするべきだと挙げてます。そこで1、目的が正当であり、その目的達成のためにより制限的でない他の選び得る手段がないかを基準に合憲性を判定すべきと解する。で、ここでね、1の目的が正当ってとこを重要に直してください。これ正当ではなく LR は重要です。目的が重要であり、目的達成のためにより制限的でない他の選び得る手段がないかを基準に合憲性を判定すべきだと解説。で、若干ここ解説しておきます。目的が LRA、 目的が正当って書いてる、予備校のテキストとか非常に多いと思いますが、それは間違いです。 LRA の目的は重要です。ちょっと解説しておきます。なぜ間違いか。これね、芦部先生の岩波から出してる教科書に確かに一箇所目的が正当って書いてる箇所があるんです、 LRA。 でもそれは誤植だと言われてます。間違いだと言われてます。それは憲法学者の人も言ってます。その理由は単純で、 LRA はかなり厳しい基準なんですよ。目的が正当のレベルなわけがないんです、論理的に。なのでここは目的は重要だと思ってください。 LRA はいいでしょうか。ただ一口に公務員といってもその種類は様々であるから、具体的判断においては処分の対象となる公務員の特殊性を考慮した判断をすべきであるということになっています。で、この回答例はね、司法試験とか予備試験に使いやすいかっちりした回答例で、これぜひ真似てください。で、唯一真似れないのは人権の性質を本来制約の対応で判断したいですね。制約対応がポカッと抜けてる。でもこれしょうがなくて、問題文が短すぎるので制約対応がよくわからないんですよ。要するに公務員が一律に政治活動しちゃダメっていう規定になってるのか、それともこの演説はしちゃダメってなってるのかよくわからないので、そこはまあ問題文の限界ということでしょう。制約の対応もね、普通の問題だったら書きます。じゃあ次、第2、以上を前提に以下小学校教員校に対する本門処分の合憲性についてオツの場合と比較しつつ論じる。見ていきましょう。1番、まず小学校教員である校に対する処分の目的は、で、ここで目的って出てきましたね。で、これも気になる方多いと思うんでちょっと説明しておきます。目的と手段で審査するっていうのを今日の前半やりました。目的手段審査と言います。で、これはもともと法令違憲の審査のために考えられた手法です。だから法令違憲の審査に関しては、例えば厳格な合理性の基準とか LR デーとかすっごい使いやすいです。一方、法令違憲以外の適用違憲とか、今回のように行政処分の違憲性とかにこれを使えるかどうかっていうのは学説でも定説がありません。ただ学説で一個説があるのは、処分の違憲、の判断にも使えるという学説はあります。これ学説です。で、なんで処分違憲の判断にも使えるかというと、行政処分の定義を思い出してください。行政法であった、国または公共団体 の公権力の主体たる国または公共団体の行為のうちってやつですね。処分もこれ公権力性があるからと言われてます。
学説とかで確実に使っていいのはここまでです。あとの適用意見とか使っていいかわからないんですけど、ここから受験の話ね。受験テクニックで言うと私は使っていいと思いますし、ガンガン使ってました。なのでここまでは学説で OK が出てます。ただ適用意見とかさっきの指針間効力とか、あと裁量の違憲、裁量の違憲とか、指針間効力、この場合も使えるなら使っていいと私は思います。書きやすいならぜひ使ってください。これは学説がないところです。でも明確に間違いとは言えません。論理的に考えて、あの目的手段審査は法令意見処分意見は使います。その他も使えるなら使っちゃってください。私は使ってました。ただ一応学問上のラインはここ、上は確実、下はよくわからないって状態です。よろしいでしょうか。じゃあ、続き見ていきましょう。なので今回処分の場合なので目的手段審査は問題なく使います。1番、まず小学校教員である校に対する処分の目的は行政の中立的運営と確保と、これに対する国民の信頼を維持することにあるので、目的は政党を重要に直してください。目的は重要ということになります。また裁判官であるオツに対する処分の目的も、裁判官の政治的中立性を確保することによって裁判に対する国民の信頼を維持し、三権分立のもとで司法と立法行政との関係を規律することになるので、目的は重要に直してください。処分の目的については、公オツいずれの場合も重要であり、全部重要に直してください。この点で両者は異ならない。まあこれはいいでしょう。まあ、重要ぐらいは認められるでしょう。で17ページ2の括弧1です。次に手段については、司法権を担う裁判官の場合は厳格な政治的中立性が求められる。また政治的責任を負わない裁判官が政治に影響を与えるような活動をすることは、裁判官の中立公正に対する国民の信頼を揺るがすばかりでなく、立法権や行政権に対する不当な解消となりかねない。とすれば、裁判に対する国民の信頼維持等の目的達成のためには、勤務時間の内外を問わず裁判官の政治活動を制約することが不可欠であり、目的達成のためにより制限的ではない他の選び得る手段はないと言える。よって訪問処分は政治活動の自由に対する必要最小限度の制約と言える。でここなんですけど、まず結論はどちらでもいいです。これ合憲でも違憲でもいいです。あとこれ問題文が4行しかないので、ここの当てはめは、ね、正確にできないんですよ。本来は処分というのは、例えば裁判官に対して戒告をしたのか、それとも科料に処したのか、これで処分の重さもまず違いますし、あと段階、最初に非公式の警告をしてからやったのか、それでも手段って違うんですよ。なので細かく見ていかないときっちり当てはめはできないので、今回の当てはめはこれぐらいでふわっとで十分です。いいでしょうか。で括弧に、これに対し小学校教員の場合は、その職務は主に教育の子どもの看護等であり、これは各教員の教育的思想に多少左右されるものの、少なくとも外交関係に関する総思想が教育等に大きく影響を与えるものではない。そうだとあるとすれば、小学校教員の職務に対する国民の信頼は、これマークしましょう、主に教育の面について向けられているに過ぎず。違憲としたいんだったらこれはすごいいいですよね。国民の信頼というのは教育の面だけなんだ。だから外交関係は関係ないんだ。外交問題に関する政治的中立性には向けられてない。そこで小学校教員の職務に対する国民の信頼維持という目的を達成するためには、勤務時間内の政治活動や政治的偏った教育を禁して職務の確実性を確保すれば足り、勤務時間外における教育との関連の薄い外交問題に関する政治活動まで禁止する必要はない。でここでね、
まあ、皆さんもお分かりだと思いますけど、公務員の人権制約にあたって勤務時間内の政治活動を禁止するのか、勤務時間外の政治活動を禁止するのかっていうのは非常に重要な要素ですね。判例は2つを分けてませんけど、自分の考え方とか書くときはこの区分は重要です。それを頭の片隅に置いといてください。で、したがって目的達成のためにより制限的でない他の選び得る手段があると言える。で、ちょっとここで眠くなってきたかもしれないけど、より制限的でない手段って何ですか？今のように一律禁止するのではなくて、勤務時間内のみ禁止するって手段がより制限的でない手段だということです。まあ、もっと答案例も正確に書いた方がいいですけど、そういうことになります。で、裁判官の方が合憲で、小学校教員が違憲、まあ、こんな感じで書いていけばということになります。よろしいでしょうか。で、ここで間接的付随的制約の話が出てきましたので、ちょっとこの憲法論述の書き方というものをもう一回出してください。17ページ見てください。17ページの上から 1,2,3,4 行目、ここからめちゃくちゃ大事な話があります。制約対応の話です。制約対応は付随的制約、サルフス事件参照、間接的制約、オウム真理教解散命令事件決定参照、事後制約の場合は審査基準を緩やかにする方向に働き、直接的制約や事前制約の場合は審査基準を厳しくする方向で働く。これね、大事なんですよ。審査基準を厳しくするファクター要素と緩やかにするファクター要素は、これを覚えてください。例えばこれどうですか。〇〇教を信仰する者に刑罰を科す、これは信教の自由を、これ直接的制約してますよね。直接的制約だから制約対応が厳しい、審査基準も厳しくなります。じゃあ次これどうですか。〇〇教を教義とする宗教法人を解散させる、これ信教の自由は全く制約してません、そのものは。でも解散させることで〇〇教を信じにくくなるから、これは信教の自由の間接的制約となります。直接的制約よりは緩やかだから審査基準が若干緩やかになる。で、次、学校教育で剣道を必修とした結果ですよ。武術を禁ずる〇〇教の者が教育を受けられなくなった、これは信教の自由の付随的制約と言います。で、一応ね、間接的制約と付随的制約って若干ニュアンスが違うんですよ。付随的制約っていうのは特にね、何々教とか意識しないで剣道必修としたんですよ。全く意識しない。そうするとたまたま〇〇教の者が教育を受けられなくなった、これを付随的制約と言います。ただ直接的制約よりは審査基準緩やかになります。いいでしょうか。ただですね、これも受験テクニックなんですけど、間接的制約、付随的制約、一応違います。でも一緒にして論じても別にいいです、間接的付随的制約で。で、とにかく間接的付随的制約だと直接的制約より違憲審査基準が緩やかになるというのは一つ覚えてください。もう一つは、判例はサルフツ基準を使います。間接的付随的制約ならサルフツ事件の基準、サルフツ基準を広く使うのが判例です。よろしいでしょうか。次、名誉毀損の疑いがある週刊誌の発行を事前に差し止める、事前制約、事前制約の方が厳しい対応の規制だとされます。一方で、名誉毀損の事実が記載してある週刊誌を発行した者に刑罰を科す、事後制約の方が緩やかだとされます。まあ、そのあたりもぜひ、押さえてください。いいでしょうか。第4問は A ランクとします。これ非常に回答例がかっちりしてていいです。第5問は B プラスランク、これメーガン法ってやつを題材にして、去年かな、去年の司法試験かなんかの素材にもなってます。13歳未満の子どもの親権者が請求した場合には、国は子どもに対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定したもので、請求者の居住する市町村内に住む者と氏名、
住所及び顔写真を請求者に開示しなければならないという趣旨の法律が制定されたとする。この法律に含まれる憲法上の問題点を論ぜよという問題になります。でこれも本来は司法試験とかに出るんだったらもっと事例が長いです。子どもに対する性犯罪ってもいろんな種類があるので、どの犯罪かとか架空の法律が出て限定されてます。ただこの問題はざっくりしてますので、ざっくりこれも論じることにしましょう。はい、じゃあこの趣旨の法律の憲法上の問題点は何でしょうか。まず誰かの人権制約してますか。これ有罪判決が確定したものの、まあプライバシーの権利を侵害しているのではないかという問題が出てきます。で他どうですか、プライバシー権以外に。まあ、いろんな権利考えられますよ。こんなこと開示されちゃったら生きにくくなるということで、まあ、生存権の自由権的側面の侵害だっていう人いるかもしれない。でもそれってのはプライバシー権で全部論じればいいということで、13条に絞って論じていけばいいでしょう。あとは不平等だって話もあるけど、14条は負け筋です。もともと他の人権で勝てるんだったらそっちでいくということで、13条に絞って書いていきます。じゃあちょっと時間の関係上もう回答例見ちゃいます。第一、まず 本件法律は子どもに対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定した者の氏名、住所及び顔写真の開示について規定するが、これらの情報開示により制約される権利はどのような権利であるかが問題となるということになります。でこの点、他人に知られたくない個人の情報は真実に合致するものであったとしても、これそのもののプライバシー権として法律上の保護を受ける、ここまでマークしましょうというべきである。本件において氏名、住所及び顔写真の開示の対象となったものは、これらの情報の開示によって事故の特定の前科及び犯罪経歴を他人に知られてしまうところ、前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接関わる事項であるから、氏名等の個人情報についてもプライバシー権として法律上の保護を受けるものと解すべきである、まあ、こんな感じで書いていきます。で欲を言えば、特に前科なんかはものすごいセンシティブな情報ですよね。プライバシーの対象にも、まあ、単純な電話番号、まあ、電話番号も知られたくないかもしれないけど、から前科とか病歴とかすごい扱いに気をつけなければいけない情報までいろいろある。なのでもうちょっとこれ前科と犯罪経歴をすごいセンシティブな、本当に人に知られたくない重大な機密なんだってことを、強調していくともっといい答案にはなります。じゃあ次ですね、第2では、子どもに対する一定の性的犯罪を常習的に犯し有罪判決が確定した者のプライバシー権は憲法上保障されるか、14条以下で具体的に列挙されている以外の新しい人権が認められるかという問題です。で憲法上保障される権利の背後には基本的人権の思想があり、そのような人権は全憲法的性格を有するものとして関連されている。でまたこれマークしましょう。13条の幸福追求権は人格的生存に必要不可欠な権利自由を包摂する包括的権利としての性格を有している。そこで14条以下で具体的に列挙されている以外の新しい人権であっても、個人の人格的生存に不可欠な権利は13条の幸福追求権として包括的に保障されると解する。そしてプライバシー権は個人が自律的に社会関係を形成する上で不可欠であることから、人格的生存を達成するため不可欠であるといえ13条による保障されると解する、まあ、こんな感じになっています。でこれ別に正しい書き方なんですけど、やっぱちょっとくどいですよね。もっと圧縮して書けるんで、ぜひねご自身で勉強されるとき圧縮して書けないかというのを考えていってください。あと、もう2つコメントをしておきます。プライバシー権を自己情報コントロール権として書く方、私も受験時代そう書いてましたけど、そう書いても構いません。自己情報コントロール権、自己情報コントロール権ですると自分の情報を出さないという権利が認められますので、それで書いていても構いません。あとプライバシーの対象を細かく分けて、前科等の情報に関しては人格的生存に不可欠だって限定して書いてもそれも構いません。いろんな書き方があります。じゃあ次、第3、最もプライバシー権が13条による保障されるとしても絶対無制約ではなく、人権相互の矛盾衝突を回避するための公平な原理たる公共の福祉による必要最小限の制約は免れない、まあ、こんな感じで書いていきます。
で、ちょっとここもね、テクニックじゃないんだけど、公共の福祉のコメントです。これね、人権相互の矛盾衝突を回避するためのって別に間違いではないです。でも、世の中の人権制約って人権衝突してない場合も結構あるんで、迷ったらここ書かない方がいいです。迷ったら単に公共の福祉により制約されるって一言で押さえた方がいいと思います。じゃ次行きましょう。プライバシー権は前述した通り人格的生存を達成するため不可欠であり重要な権利だから目的が重要でより制限的でない選べる手段がないかという基準で判断すべきであるということになります。でここも制約対応を書くともっといいです。制約対応っていうのは要するに名前とか前科とかさらされちゃってしかもそれは請求者にさらされるけどこれ広まる可能性ありますね。広まる可能性を考えると制約対応は強固だと言います。ちょっと書きましょうか。で例えば制約対応は請求者に、なんちゃらの情報を開示なんちゃらの情報ってのは前科とかねそういうのを入れ込んでやってください。請求者になんちゃらの情報を開示するけど、情報は広まる危険性で当てはめっていうのはねこれでもかってぐらい書いてるのがポイントです。情報は広まる危険性他に何言いますか。広まる危険性でさらに広まったら取り返しがつかないですよね。それも書いてあるんですよ。広まると取り返しがつかない。いいですよ。ここで自分で考えて今ネット社会だから情報っていうのは瞬時に拡散される全世界にとか書いてあってもいいですよ。でさらに何々の情報は非常にセンシティブなんですよね。となると制約対応は非常に強力だこういうふうに書いてやるわけですよ。もうぐいぐいいろんな情報を入れ込んで書いてやってください。よろしいでしょうか。すみませんちょっと延長しちゃってますけどあと3分ぐらいで終わります。で、それで目的について検討していきます。20ページ下から4行目です。目的について検討する。で本件弱者の法律の目的は親権者の開示請求権を認めることで弱者である子ども性的犯罪から守り性的犯罪を予防することになる。また親権者の知る権利という憲法上の権利に奉仕する目的も含まれるから目的は重要である。まあここいいでしょう。じゃあ手段役立つかってことです。本件法律は上記目的を達成するため子どもに対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判決が確定しても氏名、住所及び顔写真を請求者に開示できる。確かに対象犯罪は限定されているし対象者は開示請求者の居住する市町村内の住む者に限られる。で親権者に限られている限定されて開示だ。しかし目的位置に関してはこれ何書いているかというと常に監視できないため情報開示は意味がない。で性的犯罪を犯す者は対象者に限られるものではない。他の人も犯しているかもしれない。そうすると目的地を達成するためには教育が必要だ。子どもに対する教育の方が効果的だと言っています。で目的に対しては多少の犯罪抑止につながるとしても性的犯罪を行う者に対しては効果が薄い。で2を達成するために対象者に対して強制プログラムを実施したり潜在的なものに対しては学校教育をしたりすると直接的に働きかける手段がいい。で裁判の公開とかがあるんだ。で上記のような例えば子どもへの教育とかより制限的な手段があるし今回のプライバシーは一旦侵害されると回復不可能。これマークしましょう。一旦侵害されると回復不可能となるプライバシー権の性質に鑑みれば明らかであるということで意見としてあります。結論はどっちでもいいです。ちょっと駆け足になっちゃったけどこの問題の当てはめは大変いいのでぜひ、きっちり読んでおいてください。いいでしょうか。でちょっとこの講義非常にタイトなんですけどもう少しコメントをしておきます。この問題で他に、人権何か問題になりますか。
これいろいろ問題になるんですけど、もし出たらね、二重処罰の禁止になってないかっていうのは、これどっから書いてほしいんですか。何言ってるかというと、刑罰受けたにもかかわらずさらに不利益ですね、さらされる人にとっては。だから、まあ、この答案では書いてないけど、二重処罰の禁止これも一応問題になるんだ。まあ合憲になるかどうかは別としてね、おそらく目的が違って処罰ではないから合憲だっていうことになるんでしょうけど、39条これも一応問題にはなってきます。よろしいでしょうか。で、次回以下の予習の話です。で、大体毎回10問は進まないけど、まあ、10問ぐらいを予習してきてください。で、予習の内容としてはまず問題文見てください。問題文見て何を考えるかを最低限考えてくる、これが予習です。で、できれば答案構成です。だから問題文読む、これが最低限ね。で、できれば答案構成って言って、答案構成ってのは答案まで書かなくていいけど、何を書くか書き出してくる。できればここまでやってきてください。できればここまで。で、答案を書いても、暇な方は答案書いてもいいんですけど、そこまでこちらを求めるものではありません。書いても別にいいですよ。書いてもいいけど、そこまでやらなくていい。で、最低限時間がなくても問題文ざっと読んで、何の問題かは、把握してください。で、答案構成、できればここまでやるということです。あと、その前提として憲法苦手だなって方は、当該ね、例えば次回だったら精神的自由とか平等権やるけど、そこの分野もざっと復習、それも、ぜひしておいてください。よろしいでしょうか。毎回10問進まないぐらいです。まあ、7、8問かなっていう目安でいてください。よろしいでしょうか。すいません、ちょっと延長しちゃいましたけど、合格答案作成講座憲法第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。